ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。ああ、今日は食べ過ぎてしまってお腹パンパンだわ。おお、よく見るとすごい腹が出ているようだな。やだ、わかるかしら？最近食欲がすごくて四六時中食べてしまうのよね。それはカトリックでいう七つの大罪の中の暴食の悪魔、ベルゼバブのせいかもしれないぜ。ええ？七つの大罪ってどういうこと？私は罪なんか犯していないわよ。今回は、七つの大罪と悪魔たちについて解説していくぜ。それでは今日もゆっくりしていってね。七つの大罪とは、主にカトリックで使用される用語だ。これは、人を罪に導くとされる感情や欲望のことだな。どんなものがあるの？傲慢、強欲、嫉妬、憤怒、色欲、暴食、怠惰の七つがあるぜ。まずいわ、私すべて当てはまりそう。欲まみれじゃないか。みんなそんなもんよ。毎日以上にお腹が空いて食べたいだけなのに滞在なんて濃くすぎだわ。滞在といっても、罪そのものではないのは注意してくれ。それでは、実際に罪の重い順に詳しく説明するぜ。七つの滞在って罪の重さの違いまであるのね。ちなみに暴食は何番目くらいに罪が重いわけ？お、ここでめでたい知らせだ。暴食の罪は、なんと7番目だから一番軽いものだな。やったー、とまでは思えないけど、少しほっとしてしまったわ。七つの大罪で最も重い罪とされるのは、嫉妬だ。なるほど。嫉妬深い人って暗いオーラを出して近づきがたい感じがあるわよね。霊夢は誰かが成功したり、輝いていたらどう思う？正直言ってちょっと羨ましいけど、憧れちゃうかな。嫉妬というのは、他人の成功などを妬みその人が不幸になるよう願う気持ちだぜ。実際は自分もそうなりたいのになれないためにやりきれない感情を抱いてしまう。まあ、そういった気持ちは誰しもあるものだろうけど、程度の問題って感じもするわ。確かに自分に自信が持てなかったりすると、暗い気持ちになりがちよね。劣等感が強く嫉妬の気持ちに身を委ねてしまうと、人は罪を犯しやすくなるということだ。嫉妬で悶々としている暇があったら自分らしく一生懸命努力して自分磨きした方がいいわ。お、まともなことを言ったな。聖書の創世記には、カインとアベルの物語が出てくる。確か兄弟喧嘩の話よね。これこそ嫉妬が悲劇を生む例と言えるな。弟アベルの身が神に受け入れられた出来事から、兄のカインは嫉妬により弟の命を奪ってしまった。兄弟で傷つけ合うなんて、本当の悲劇だわ。人の心に潜む嫉妬という悪魔は本当に恐ろしいのね。嫉妬を司る悪魔は、レビアタンと呼ばれるぜ。海に住まう巨大な化け物だが旧約聖書に登場するんだ。レビアタンか。なんだか蛇みたいな姿ですごく強そうだわ。レビアタンが海を泳ぐと大波が渦巻き、口から炎を吐き出すというぜ。そして性格は冷酷で凶暴な上に不死身とされる。嫉妬の悪魔って蛇みたいなのはどうしてなのかしらね。嫉妬のシンボルは蛇であるため、蛇として表現されるが魚として描かれることもあるな。蛇ってなぜか苦手なのよね。おまけにレビアタンは大嘘つきで女性に取り付くんだぜ。冷酷で凶暴で大嘘つきって、絶対関わっちゃいけないタイプだと思うわ。こんな悪魔がくっついたらたまらないわよ。基本的に怪物なため、悪魔として払うことが難しくなかなか追い払えないとされる。だから嫉妬深い人を変えるのはなかなか難しいのかもしれないな。厄介な悪魔なのね。こんな悪魔がつくなら嫉妬の気持ちを持たないように気をつけなくっちゃと思うわ。嫉妬に対応する美徳というのがあるな。それは感謝や人徳だぜ。嫉妬の反対の感情ということになるのかしら。嫉妬に支配されないようにするには、常に感謝の気持ちを持つようにするのがおすすめだ。なるほど。日々どんな些細な出来事にも感謝していれば、嫉妬の大罪を犯さなくて済みそうね。二番目に重い罪は傲慢だ。自分は優れているとおごり高ぶって人を見下すのは罪だということだな。傲慢かましてる人に好感を持たないものね。威張った人って苦手だわ。自分の能力を過信すると、神への信仰心が薄れる。おごるものは久しからずだな。人間ってすぐに舞い上がったり、還元に乗せられてしまうところがあるのは事実よね。悲しいけど、人って完璧な存在ではないものだわ。聖書の創世記に、傲慢に関する有名な話がある。バベルの塔は知っているか？人々がとんでもなく高い塔を建てようとしたのよね。とても有名な話だわ。高い塔は神の怒りに触れて、結局はバラバラにされてしまったという結末だ。神を超えようとした人間への罰が下ったとされるな。この時、人々へはどんな悪魔がついていたのかしら？傲慢の悪魔は、ルシファーだぜ。ルシファーは元は12枚の翼を持った、最も美しい天使とされる大天使といった存在だった。ええ？そんな素敵な大天使がどうして悪魔なの？ルシファーは神の右腕として、天使たちを束ねる大天使長だったぜ。しかし神に対する謀反を起こして打天してしまった。
神に最も近い存在で、美しく崇められていたからこそ傲慢が心を占領していったのかもしれないわね。神とルシファーとの戦いは悲劇だわ。ルシファーは神の軍に敗れ、天から追放されてしまった。神を超えようとしたともされるが、傲慢に支配され我を失っていた可能性もあるな。傲慢の悪魔に疲れないためにはどうしたらいいの？傲慢に対応する美徳は謙虚だ。常に謙虚な気持ちを持っていれば、自分の立ち位置を見誤り道を踏み外す心配はないだろう。謙虚か。傲慢に振る舞うよりも謙虚な態度の人の方が実力者に見えるわよね。最も美しい天使が悪魔になってしまうなんて、残念な話だぜ。傲慢という罪の重さが身に染みるようだな。でもルシファーって打天使になってもどこか魅力的な存在でもあるわよね。悪魔に魅力なんて感じるのは危険とわかるけど、危険な男にはまる心理ってやつかしら。ルシファーという名は光をもたらすものを意味する。明けの明星と呼ばれ、ラテン語で光を表すルークスが語源となった存在だ。キラッキラのスター並みの扱いよね。ルシファーが軍を率いて神に戦いを挑んだ時には、天使の3分の1が従ったとされる。しかし双子の弟ミカエルとの大激戦の末、神の代理であったミカエルが勝利した。ミカエルとルシファーって双子の兄弟だったのね。地獄に落ちたルシファーは全悪魔を統率する地獄の王となったんだ。地獄に落ちても大物感がすごいわ。ちなみに傲慢の罪は嫉妬よりも重いとする考えもある。傲慢の悪魔はどこか魅力的であってもそれに見せられてはいけないぜ。私は神の子ミカエル派だから心配は無用よ。やっぱり正統派が安心かな。3番目の罪は、怠惰だ。すべきことを怠けて、義務を怠る態度だぜ。ゆっくり休めないなんてひどいわ。人間は遊びとか休息だって必要なのよ。大丈夫だぜ。休息と怠惰は別物と考えて大丈夫だ。そうなの？それを聞いて安心したわ。実は、働きすぎることも怠惰の罪に含まれるとされる。安息日が設けられており、それを破って働くのも罪だ。ええ？働くのも度が過ぎれば罪なんて目から鱗だわ。ということは、残業は罪ね。毎日定時で上がらせてもらいましょう。霊夢、働いてたのか？みんなの気持ちを代弁したのよ。これは休まなければならない日に働いてはいけないということだ。要はメリハリが大切だという考えだぜ。まあ、それはそうかもしれないわね。だけど、怠けることってそんなに罪が重いと思わなかったわ。人って元来怠け者なところあると思うしね。そこをしっかり戒めて、チャキチャキ動くことだぜ。そうしないと、怠惰の悪魔ベルフェボールがついてくるかもな。ベルフェボールの前身は、イスラエルの地方で崇められた神バールペオルだ。ちょっと動物的な風貌だしいかにも悪魔って印象だわ。ベルフェボールは、怠け者な性格を持っているため怠惰を司る悪魔になったとされるな。そして人間の結婚生活を覗き見る趣味があるぜ。やだー、覗き魔ってこと？変態じゃない。悪趣味でお近づきになりたくないわ。女性に性的に不道徳な気持ちを起こさせる悪魔でもある。くっつかれないように気をつけないといけないな。ある意味すごく人間臭いような悪魔ね。あまりかっこいいイメージはないかなって感じだわ。ベルフェボールは実害もあるぜ。疫病をもたらした結果、2万4000人もの人々が命を落としたんだ。怠惰から不道徳や病気につながるとはね。ベルフェボールが近寄ってきたら嫌だわ。怠惰に対応する美徳は、ズバリ勤勉だぜ。一生懸命に勉学に励むことで、怠惰の悪魔を撃退できる可能性があるな。普通にゴロゴロするのが好きな私には辛い究極の選択だわ。だけど、ベルフェボールを思い浮かべたら勉強する気力が湧いてきた気がするの。よし、その息だぜ。霊夢が勤勉に励む姿を期待しているからな。4番目の滞在は、憤怒だ。激しい怒りに振り回されれば、心が乱され正しい判断をすることができなくなる。怒るって言っても、今風に言えば激怒って感じね。激怒って久しぶりに聞いたぞ。とりあえず、すぐ怒る人って苦手だわ。冷静な判断力を欠けば、思わぬ損をしてしまう場合もあるしな。トラブルメーカーにもなりやすい傾向があるぜ。まさに短期は損機というだけあるわよね。怒っていると気持ちもゆっくり休まらないわ。それにイライラって伝染するから、怒っている人がいると一緒に怒りたくなるから困るの。怒りっていうのは健康の妨げにもなりうるな。聖書において怒りっぽい人物がいるぜ。イエスの弟子のダイヤコブとヨハネだ。あのイエスキリストの弟子にも怒りっぽい人っているの？ああ、ダイヤコブは、村に伝道に訪れた際に歓迎されなかったことに憤怒したというぜ。まあ、歓迎されないケースも多々ありそうだわ。でも、イエスの弟子だったら優しく諭したのよね？いや、ダイヤコブは、彼らを焼き払おうかと発言したためイエスに注意されたんだ。ええ？まさか歓迎されなかったからってだけでそこまで憤怒するものなの？よほど疲れていたのかもしれないけど、穏やかでないわね。この時憤怒の悪魔サタンがついていたのかもな。
サタンとはヘブライ語で、敵対者を意味するぜ。サタンは有名よね。悪魔と言ったらとにかくサタンってイメージあるわよ。まさに、悪魔の代表戦士的存在と言える。すべての悪魔を滑る地獄の支配者なんだ。悪魔のトップといえばルシファーじゃないの？そうだぜ。このサタンは、元はルシファーだった。つまりサタンの別名がルシファーと言えるな。本当はとても美しかった天使だったわね。サタンは、人が神の道から外れるよう促す悪魔だ。アダムとイブに禁断の果実を食べるよう騙したのも、カインの嫉妬を煽ったのもサタンだぜ。いわゆる悪魔のささやきね。人の心の弱さにつけ込んで、間違った道へと進ませようとするんだわ。アダムとイブに果物を食べさせたのって確か蛇よね。そうだな。サタンは、蛇や竜の姿で描かれることが多いな。蛇を見かけたら気をつけなきゃいけないわ。神の意に背きたくないもの。でもどうしてサタンはそんなに人を堕落させようとするのかしら？神との戦いに敗れたサタンは、神に対する復讐を誓ったんだ。天から放り出されて激怒しているから憤怒の悪魔と化してしまったようね。詳しい理由はわからないが、そう考えるのは自然かもしれないな。神や天界への怒りからか、神の祝福を受ける幸福な人に近づき堕落させるんだ。幸福な人を不幸の道に導こうとするなんてなんて悪魔的なのかしら。サタンに甘い誘惑で誘われても応じてはいけないぜ。イエス・キリストのようにだな。イエスもサタンに誘惑されたの？イエスは40日間の断食をしていたが、サタンがあの手この手で誘惑をしてきたんだ。しかしさすがのイエスは、誘惑をすべて拒否し見事サタンを去らせるのに成功したぜ。さすがイエスはかっこいいわね。イエスはどうやってサタンに打ち勝ったのかしら。憤怒に対する美徳はズバリ忍耐だ。ひたすら忍耐強く耐えたということだぜ。悪魔のささやきにはひたすら我慢ね。5番目の大罪は、強欲だ。欲望に歯止めが効かずに泥沼にはまる罪だな。欲って追求したらキリがないのは確かだわ。買い物中毒とかガチャ中毒とかいろいろあるわよね。資本主義という社会構造は欲望を追求しやすく、それなしでは生きづらい部分もある。だから、欲が悪いとは言わないが、たるを知ることは大切だと言える。行き過ぎは身を滅ぼすってことよね。強欲を司る悪魔は魔門だぜ。魔門には、物質的な富や貪欲という意味があるな。富って言うといいイメージもあるけど悪魔なの？富が罪というよりは、富に執着する感情が擬人化され悪魔となったようだ。魔門は金銀財宝が大好きな悪魔とされる。欲の権化みたいな感じかしら。魔門は鳥の相当を持ち、体は人間という姿で描かれることが多いんだぜ。または袋を抱える老人の姿で描かれることもある。それぞれ全く印象が違ってくるから戸惑うわね。そして魔門は堕天使の中でも特に寂しい根性を持つと言われるな。え？魔門って堕天使だったの？そうだぜ。神との戦争に敗れて地獄に落ちた天使だった。ルシファーに付き従って神と戦った末に地獄まで共に落ちたんだ。ルシファーファンだったのね。魔門は、人の強欲を煽り立たせた上でその命を代償として提案してくるぜ。命と引き換えに富を与えるってこと？そんなの健全な取引と言えないわよ。それに、魔門との取引は非常に危険だな。なぜなら、魔門から与えられた富というのは最後には灰などに変わってしまうとされるからだ。結局、ゴミを捕まされて騙されたようなものね。でも騙されて魔門と幻の取引をしてしまう人はきっと少なくないように感じるわ。背金主義が過ぎると簡単に魔門に疲れてしまうな。現代のような貨幣経済が重要視される環境では特に注意が必要と言えるだろう。お金に振り回される人生は嫌よね。お金も必要ではあるけれど、本当に大切なものはもっと他にあるのではないかと思うわ。そうは言ってもお金の誘惑のパワーはすごいからな。魔門に振り回されないためには一体どうしたらよいのかしら。強欲に対する美徳は、ズバリ慈善だぜ。お金に関係なく、良心に従った活動をするんだ。いわゆるボランティアね。単純に、人の笑顔が見たいからって理由で一生懸命人の役に立つのよね。そういう活動って気持ちがいいよな。いつも人間関係に損得を持ち込んでいては疲れてしまうしつまらないぜ。心の温かい触れ合いを大切にしていれば、魔門は去っていってくれるかもしれないわ。6番目の大罪は、色欲だ。色欲は本能ではあるが、不適切な罪としても扱われる。恋愛中毒みたいな人も見かけるしね。色欲を抑えようとすればするほど、ますます色欲にとらわれていってしまう傾向もあるぜ。芸能人の不倫ゴシップがやたらと目立つ昨今でもあるな。色欲に振り回された結果不倫してしまうのね。イスラエルの英雄ダビデ王も色欲に負けているんだ。色欲を暴走させ罪を犯してしまった。英雄色を好むというけれど、罪にまで発展してしまったらダメよね。ところで一体ダビデ王は何をしてしまったの？ダビデ王は、人妻に恋をしてしまった。そして色欲が抑えられず、夫の兵士を意図的に戦場に送り命を奪うという事件があったぜ。ええ？一
人妻を奪うために戦争を利用するなんて英雄のすることではないわね。ダビデ王は、きっと色欲の悪魔アスモデウスに疲れていたんだ。アスモデウスは、牛、人、羊の頭を持ちガチョウの足と毒蛇の尻尾がある姿で描かれる。一体どうしちゃったのっていう風貌ね。こんな生き物見たことないわよ。外見が恐ろしいだけでなく、口から火を吹きこの世のものとは思われない出立ちだな。人の欲情を操って不貞を働くように仕向けてくるぜ。まったく迷惑な悪魔ね。別れさせやみたいなことをしないでほしいわね。恋人や夫婦仲を裂いて、破壊と復讐を操るんだ。例えばアスモデウスは、美少女サラに取り付いて結婚相手との初夜をむちゃくちゃにしたというぜ。まったくひどいことをするのね。しかもサラの犠牲になった夫は7人にもなった。どんだけ再婚を繰り返させたら気が済むのよ。他にもすごい話がある。アスモデウスは、ソロモン王に仕えたがソロモン王を遠くに投げ飛ばしなりすましたんだ。そして、700人にも及ぶソロモン王の妻と床を共にしたというぜ。はぁ、700人ってよくわからないわ。その後、舞い戻ったソロモン王はアスモデウスを倒し王座に復帰したようだな。そこで天使ガブリエルは、ソロモン王から逃げ出したアスモデウスを追いかけ強制労働を命じた。アスモデウスって放っておくと何をしでかすかわからない存在だからね。アスモデウスは素直に労働に従ったようだ。そのあたりは、さすが元天使なのかもな。こんな悪魔がっていうのも悪いけど、元天使だったって本当なの？元は鬼天使ケルビムの長だったが、ルシファーに従い地獄へ落ちたんだぜ。こう見えても、あらゆる知識に精通していて幾何学、天文学、力学など伝授してくれるようだ。色欲にまみれているだけじゃないってところがミソね。しかし、こうした恩恵を受けるには手順が必要だ。もしも約束を違えたら最も残酷な復讐をされるんだ。アスモデウスとの取引はリスクが大きそうね。色欲にとらわれないようにするにはどうすればいいの？色欲に対する美徳はズバリ純潔だぜ。色に走らず、気欲正しく生きることだな。押し殺すとますます増大する厄介な欲だけに、抑えられない場合は生産的エネルギーにするといいぜ。例えば仕事にその力をぶつけるとかかしら。そうだぜ。会社経営者などは、実際色欲が強い人が多く見られるらしい。あり余るエネルギーは健全な使い方に転化しないとね。7番目の滞在は、暴食だ。食べ物や飲み物を必要以上に貪る罪だぜ。これは耳が痛い話ね。どうしてもいつも食べ過ぎてしまうのよね。暴食は滞在とまでは言えないのではないかしら？食べ過ぎて肥満や病気になったりお酒の飲み過ぎで身を滅ぼす人は少なくないよな。セルフコントロールは、健全な生活に欠かせないぜ。だとしても、美味しそうなお菓子を前に食べずに我慢なんて拷問みたいよ。暴食をするということは自分を制御できない証だな。食の乱れは、精神的な乱れにもつながりかねない。そう言われればそうね。暴食は欲望に飲まれた状態とも言えるぜ。わかったわよ。ダイエットにもなるし、食べ過ぎに気をつけるわ。暴食の悪魔ベルゼバブは、ハエの王とも呼ばれる。かつては豊穣の神としてバールゼブルと呼ばれていたんだ。バールゼブルとはつまり思考の王という意味だな。思考の王がどうしてハエの悪魔になってしまうわけ？ヘブライ人がバール信仰を嫌った結果、バールゼブブと呼び替えたというぜ。ゼブブがハエを意味するからハエの王だ。とんでもない落差ね。地獄ではサタンに次いで罪深い存在であり、その実力はサタンをしのぐとされるな。元は思考の王だったから実力は高そうだわ。ベルゼバブは、争いをもたらし人間を堕落させる悪魔だ。そして害虫の多くを支配して地獄の空軍を動かすぜ。私虫って苦手なのよ。一目見ただけで受け付けないかもしれないわ。ハエの王が寄ってくるのが嫌なら今後は暴食を改めた方がいいな。わかったわよ。一体どうしたらベルゼバブは退散してくれるの？暴食に対する美徳はズバリ節制だ。食事に限らず節度を持って行動するのは大切だぜ。普段から食べたいものを我慢して、サボらず頑張って、ボランティアに励み起こりたくても我慢するわよ。でも、それってすごく窮屈でロボットみたいに思えるわ。七つの大罪はどれも人間らしい感情だからな。無理に抑えすぎても人間らしさが失われてしまう欲求ばかりだぜ。ローマ教皇庁は、2008年に新7つの大罪を発表した。時代に合わせて大罪を変えたの？それには暴食の罪はないから安心だ。新7つの大罪とは、遺伝子改造、人体実験、環境汚染、社会的不公正、貧困、過度な蓄財、そして麻薬中毒だぜ。全く様変わりしてしまったのね。遺伝子改造とか人体実験は時代の変化を感じるよな。暴食の罪がないのはいいけど、あまり身近に感じない大罪も見られるわね。七つの大罪の方が、よほど身近に感じるわ。七つの大罪は個人主義的な面があり、新たに新七つの大罪を提示したというぜ。それにしても変わりすぎよね。今回は、七つの大罪と悪魔たちを解説したぜ。
なんだか誰しもどこか思い当たる説があってドキッとするような内容だったと思うわ。どの滞在も少し気持ちが緩めば陥ってしまうような身近なものばかりだったな。悪魔はどこにでも潜んでいて私たちを誘惑しようと手ぐすねを引いているのね。それがわかったらしっかり美徳を発動させてくれよな。悪魔のささやきには乗らないからね。ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。見て見て、この天使の置物とても可愛いでしょう。可愛いけど、小さくて弱そうだぜ。天使って愛らしくて可愛らしいものだわ。それは思い込みだぜ。天使としてパワフルな存在である七大天使は、とてつもない力強さとパワーを持っているぜ。え？七大天使ってどんな天使なの？それじゃ、今回は悪魔も恐れる最強の七大天使を紹介していくぜ。どんな天使が登場するのか、見当もつかないわ。それでは今日もゆっくりしていってね。大天使ミカエルは、天使のトップという存在であり天使軍団の長とされているんだ。ミカエルってかなり有名な天使だわ。それにそれって、かなり重要なポジションよね。まさに、ミカエルは天使全体の頂点に位置する天使と言える。ミカエルという名前は、神に似たるものという意味を持っているぜ。天使って神の使いってイメージは確かにあったわ。神というのはミカエルみたいな姿をしているのね。ミカエルは、絵画ではよく鎧姿で描かれる特徴があるな。天使軍団を束ねるということは、戦いにも強いの？いわゆる大将軍みたいな天使かしら。そうだぜ。ミカエルといえば、悪魔と戦う存在とされるんだ。ミカエルが剣を掲げて秤を持つ姿は凛々しいばかりだぜ。なんだかすごくかっこいいわね。ところで、戦うから剣を持っているのはわかるけどどうして秤を持っているの？それは、魂の公正さを測るためと言われている。真理や高潔さを重んじて、打天使ルシファーを勇敢に天国から追放した存在だ。真実は最終的には常に強いものよね。正義と勇気の象徴みたいな存在ってことだわ。ミカエルの大きな役割として、神や天国を邪悪な悪魔から守ることとされるな。か弱き人間が、悪魔的存在と勇気を持って戦う場合もミカエルの導きがあると考えられるぜ。確かに人間は、得てして甘い言葉に騙されたり悪魔的存在に従ってしまう傾向があるわね。それでも天使って、どこかで人間を見守ってくれたり助けてくれる存在と感じていたわ。天使は常に人間と共にあるようだぜ。人間の祖とされるアダムとイブがエデンの園で暮らしていた時にミカエルは監視役をしていた。それと同時に、ミカエルはアダムに農耕を教えていたようだな。やっぱり、積極的に人を教え導いてくれる天使なのね。ミカエルってやっぱり憧れる存在だわ。フランスで活躍したジャンヌ・ダルクをサポートしたのもミカエルだったとされるぜ。ジャンヌ・ダルクが祖国を救うように促したんだ。もし目の前にミカエルが来たら、不可能に見えるミッションでも断れないわよね。ミカエルがついていてくれれば100人力だな。ジャンヌに戦術や戦略を教えて勇気を与えたのも何を隠そうミカエルだった。ジャンヌは素直に天使のお告げに従ったのね。私戦うのは苦手だけど、ミカエルがいろいろ教えてくれたらできそうに思うかも。強力なパワーあふれる魅力的な最強の天使だからな。ミカエルのサポートが得られるならば、何でもできそうな気持ちになるのはわかるぜ。ミカエルの持つパワーは底知れないわね。他にも大天使ミカエルの持つ力として、人を前向きな気持ちにしてくれるというものがある。いわゆるポジティブ思考よね。悩みを抱えてネガティブになってしまっている時、ミカエルの力を借りたいわ。ミカエルは、不安を抱える弱った者を守護してくれる頼もしい存在だからな。さすが、天使界最高と称えられるだけあるわ。強い上に頼もしく愛情深い存在なのね。知れば知るほどますますミカエルが好きになってきたわ。ミカエルは赤と黄の光を強く放っているとされる。そして、その翼はエメラルドグリーンに輝いているんだ。そうなの？随分カラフルな姿なのね。きっとすごく綺麗だからもし目の前に現れたらすぐにわかりそうだわ。髪の色はゴールドにきらめいていて、実際見ることができたらかなり眩しいと思うぜ。大天使ラファエルは、一言で言うとズバリ癒しの天使だ。ラファエルという名前には治癒という語源を持ち、神は癒すを意味するぜ。人々を優しく癒してくれるなんて天使の鏡って感じよね。天使のイメージにぴったりだわ。それにラファエルは、傷ついた人々の体だけでなく心のケアも得意とされる天使だな。他にも、旅人の安全な旅を空から見守ってくれるんだ。最強のボディーガードって感じね。ボディーガードというと屈強な筋肉マンを連想するがかなり神々しい存在だぜ。エメラルドグリーンの光を携えているため、ラファエルが現れる時は緑の光線で空間が満たされる。緑って癒し系だし、確か目にも優しい色よね。想像しただけで、心から癒されるようだわ。癒しの天使であるラファエルは、医師に対して適切な治療を促してくれるんだ。そしてその力は病人に寄り添う身内に対してもケアの手として及んでいくと言われているぜ。
病人だけでなく、それに関わる全ての人にも影響を及ぼしていくのね。根本的な全ての問題を解決してくれるんだわ。これが大天使の持つダイナミックなパワーだな。その影響力は地球全体にも広がっていくんだ。地球全体？ラファエルは自然保護の役割を担い、地球環境の正常化を仕向けることにも注力するんだ。私たちを育んでくれた自然たちのことね。美しい自然を守っていきたいわ。いい心がけだな。自然の中に放置されたゴミを拾い集めたりすると、ラファエルがサポートに現れてくれるようだぜ。そうなの？じゃあ、近所のゴミ拾いにでも出かけようかしら。まずは住んでいるそばから清潔にすることだよな。自然を大切にする活動を続ければ、ラファエルが会いに来てくれるかもしれないぜ。でしょ？エメラルドグリーンの光に包まれる私を見てって感じね。冗談はさておき、ラファエルが癒せるのは実に予想を超えて広範囲に及んでいる。地球全体よりもさらに広いってこと？もはや話は物質を超えていくぜ。人々の感情面などの癒しを行うことで周囲の人間関係をも円滑にしてくれるんだ。なるほどね。人間関係がうまくいっていない時って、メンタルやられて病気になりそうになる時もあるわ。人間関係の悩みというのはとても辛いよな。だからこそ大天使ラファエルはそういった世の中のエラーも見逃すことはないんだ。ラファエルからは深い優しさが滲み出しているようだわ。思っていた以上に素敵な天使なのね。ちなみにイスラム教においては、ラファエルはイスラーフィールと呼ばれている。そして最後の審判の裁きのためのラッパを副天使として知られているぜ。ラファエルって宗教によっては名前や役目が少し違ったりするのね。だけど、音楽って癒しにもつながるイメージもあるわ。ラッパを吹くことから、ラファエルは音楽を司るとも言われているな。そして神を讃える歌を歌う時もあるんだ。ラファエルの歌声ってぜひとも聞いてみたいわ。多分耳元に囁くような優しい高音の歌声だと思うの。聞いたことはないが、きっと心地よい声だろうな。ラファエルの歌声に包まれたらぐっすり熟睡できそうだぜ。大天使ガブリエルは、ミカエルと共に二大天使とされているんだ。とても重要な位置づけの天使だぜ。ミカエルは悪魔との戦いのイメージがあるわよね。ガブリエルにはどういった役割があるの？ガブリエルという名前には神の人という意味がある。そして、神の言葉を人々へ伝える役割があるんだ。なるほどね。いわゆる預言者みたいな存在かしら。夢などに現れて伝言を伝える場面が多いな。特に有名なのは、マリアの前に現れてイエス・キリストの誕生を告知したことだ。そしてイエスという名前の名付け親は、このガブリエルだとされている。イエスって名前はガブリエルの発案だったの？そうだぜ。人類史上最も有名な人物の一人で、救世主として名高いイエスの名付け親はガブリエルだ。まさにビッグマザーといった印象ね。ガブリエルは、絵画において女性的に描かれることが多い。聖母マリアの前に白い百合を持って現れた姿は、穏やかで女性的と見られている。しかし、ガブリエルは女性とは言えないな。天使にも男女の別がないということ？いや、一般的に言えば天使に性別はないんだ。ただし、ユダヤ教の伝承で神の玉座の左側に座っていたことから女性だとされることもあるぜ。どうして左側だと女性なの？当時、主人の左に座るのは女性という習慣があった。だから、神の左に座るガブリエルは女性だと考えられたんだ。まあ、男性でも女性でもどちらでも構わないけどね。ミカエルが武々しい男性の印象だからガブリエルはたおやかな女性の姿だとバランスいいわ。ガブリエルにはエデンの園の統括責任者という役割もあったぜ。そしてエデンの園に住まうアダムとイブをこの楽園から追放したんだ。それ、知っているわ。アダムとイブが、禁断の果実を食べてしまったのよね。二人は悪魔の囁きにより、神から禁じられた果実を食べてしまったという話はよく知られているな。真実の知る知恵の実を食べたアダムとイブは神から楽園追放を言い渡されたぜ。それを伝えたのも神のメッセンジャーであるガブリエルだったわけね。そうだな。楽園追放の神の命令に、アダムとイブはこの上なく嘆き悲しんでいた。そこでガブリエルは二人に希望を送ったんだ。辛い状況でも、希望が胸にあれば頑張れるわよね。ただ神の言葉を伝えるだけでなく、励まし合いを与えてくれる素敵な天使なんだわ。ガブリエルは、人に伝える仕事をする人を守ってくれるとも言われているぜ。例えば、報道関係や通信の職務を持つ人々だ。いわゆるマスコミ関係かしら。物事を伝える仕事には、時に危険が伴うこともある。隠蔽された真実を公開する場合や、災害など危険な場所の状況を伝える時などが考えられるな。確かに、物事を正確に適切に伝えるのは簡単なことではないかもしれないわ。そんな時ガブリエルは、力を与え守ってくれる天使なんだ。さすがに大天使と言われるだけあるわ。ルックスが女性的であってもとてもパワフルな存在なのね。大天使ウリエルは、非常に聡明であり人々の人生を導く存在だ。ウリエル？
ミカエルとかガブリエルは聞いたことあるけど正直ウリエルって知らなかったわ。これまで紹介したミカエルやラファエル、そしてガブリエルは三大天使とされている。これは、カトリック教会においてのことだ。ウリエルは三大天使に含まれていないからそれほどメジャーではないのね。しかし、ユダヤ教においてはウリエルは重要視されている大天使だな。ミカエル、ガブリエル、ラファエルと一緒にウリエルは四大天使とされているぜ。少し微妙な立ち位置なのね。あまりよく知らないだけにどんな大天使なのかとても興味が湧いてきたわ。ウリエルという名前は、神の光という意味があるんだ。つまりは、神の英知をもたらす光のような存在ということだな。うわぁ、なんだか神々しい存在だってことね。想像しただけで眩しくて目が開けられないわよ。人生において適切なアドバイスが欲しい時にウリエルは力になってくれるぜ。そして前向きに美しい心で過ごせるように勇気を与えてくれる大天使だな。後ろ向きで汚い心で暮らしたくはないわよね。ウリエル様、助けて。得てして、人間の心は弱いものだ。だからウリエルのもたらすインスピレーションを頼りに迷いのない人生を歩めるようになるぜ。素晴らしい大天使ね。ウリエルは四大天使にふさわしい天使だと思うわ。ウリエルの助言は、人生の大きな選択に関わるかもしれない。例えば、ノアの箱舟の話を知っているか？もちろん、有名だもの。ノアは、箱舟に乗ることで大洪水に巻き込まれずに生きることができたよな。その、ノアに危険が迫っていることを知らせたのが、何を隠そうウリエルとされるんだ。そうしたら、ウリエルの助言って生死を分けるような重大なものってことになるわよね。そうだな。ウリエルの導きは、最重要事項として重く受け止めた方が良さそうだぜ。それに、ウリエルには違った一面もあると言われている。光り輝く神の光以外の顔があるってことなの？新約聖書の外伝でのウリエルは、世にも恐ろしい無慈悲な天使という姿がある。ペトロの黙示録では、ウリエルは神を冒涜する者を火で炙るんだ。そんな、いくらなんでも火炙りはやめてって感じだわ。地獄の罪人を豪華で焼きとことん苦しめる様は、地獄の閻魔大王も真っ青かもしれないな。天使って優しいだけじゃないのね。特に大天使は激しいタイプが多いように思えてきたわ。赤い光が現れたら、気を引き締めた方がいいかもな。それは大天使ウリエルの放つ光だぜ。ひえー、私何も悪いことしていないわ。お助けください。ウリエルは、間違った行いをしないよう安定した精神状態を保つサポートをしてくれる。だから、そんなに構えなくてもきっと大丈夫だ。そう？知らないうちに間違ったことをしないように気をつけておくわ。ウリエルは、迷いが多い人生を最良な選択をしながら進んでいけるようにサポートしてくれるぜ。些細な選択においても、ウリエルのサポートは有益なものになるだろうな。そうね。記憶正しい人生を歩んでいればウリエルを恐れる必要はないわよね。しっかりウリエルと寄り添って歩めるように精進しなくちゃいけないと思ったわ。ウリエルは実際頼りになる存在だ。予言や警告を人々へ伝え、危険を回避するよう守ってくれるからな。天変地異の難を逃れるには、ウリエルの導きを大切にすることなのね。そして、そうした情報をキャッチしたらできるだけ他の人も助けるようにするんだ。他者を助けてこそ、そこに真の愛や豊かさ、そして平穏が得られると教えてくれている。無慈悲な天使という怖いイメージもあるけど、とても大切なことを教えてくれる素晴らしい存在だわ。鬼教官だけど、しっかりついていかないとね。大天使バラキエルは、祝福の天使とされているんだ。人々に神の祝福が与えられるよう祈ってくれるぜ。なんとなく優しげな天使なのね。バラキエルという名前はズバリ神の祝福という意味を持つ。祝福をもたらす活動は、時に女性的な姿で描かれることもあるな。でも、天使って性別は特にないのよね？ああ、バラキエルは女性的に絵画に描かれることがあっても特定の性別は持っていないとされる。そして全ての守護天使の主張で、49万6千もの守護天使が使えていると言われているぜ。そんなに天使を従えているの？というか、天使ってそんなにいるの？大天使とはそれだけパワフルな存在だということだな。バラキエルのシンボルは白いバラで、バラの花びらと共に現れるんだ。バラとはなんとも華やかな印象ね。バラキエルが現れたらいい匂いがしそうだわ。白いバラは、祝福を象徴するものだぜ。バラキエルがバラの花びらを散らして現れたら、祝福を受けていると感じられるだろうな。バラが好きだから、バラを散らしてくれるだけでも嬉しいわよ。バラキエルは、緑の光を放つ天使であり大天使ラファエルとも関連があるとされるんだ。緑の光は、繁栄と癒しをもたらしてくれるものだぜ。緑の光を見たらきっと良いサインね。バラキエルは結婚の守護天使でもある。そして、家族生活をサポートしてくれるな。家族が楽しく健康に過ごせるって大切よね。結婚が円満に行くためにはバラキエルに助言をもらうといいかもしれないわ。何せ50万人近くもの天使と働いているから、その実力は相当のものだ。稲妻の支配者でもあり、稲妻の天使とも呼ばれる。
やはりどこか大天使は激しい一面を持っているわよね。ちなみに、堕天使バラキエルと同一視されることもあるぜ。堕天使バラキエルの名は神の来光を意味するんだ。え？どうして祝福の天使の長が堕天使になるの？天使が堕天する理由としては、神に反逆するか人間を愛してしまう場合がある。堕天使には元は高名な天使だったものも少なくないとされるぜ。天使と悪魔って意外と近い存在なのかもしれないわね。でも、天使と人間が恋に落ちるなんてロマンチックだわ。天使が人間を愛するのは禁忌で、それは神の怒りに触れる行為となるようだ。そうなの？ちょっと残念ね。特にバラキエルは、人間と交わる誓いを立てた筆頭の天使とされるな。禁忌と知りながら、ワイルドな天使だわ。でも、本当に大天使バラキエルと堕天使バラキエルは同一人物なの？同一視する見方もあったが、どちらかというと別の存在だとされる見方が強くなっているようだ。そうよね。バラの大天使はきっと堕天使ないと思うわ。大天使エグディエルは、人々の勤労を司るんだ。努力して勤勉に働く全ての人の擁護者なんだぜ。一生懸命働く人って美しいわよね。額に汗して、すがすがしい姿だと思うわ。エグディエルは、そうした人々に知恵を与え励ましてくれるとされる。そのため、王などのリーダー的存在から熱心に頼られる天使だな。とても頼もしい存在だわ。仕事をしているときは、ぜひエグディエルに助けてほしいわよ。エグディエルの姿は、右手は冠を掴んでいるぜ。この冠というのは、勤労への報酬を意味するんだ。働いたら、やはりご褒美を期待してしまうわよね。そういうケアもしっかりしてくれるなんて素晴らしいわ。しかし、エグディエルも甘い天使ではないようだな。え？どうして？左手には、鞭や杖を持って描かれることが多いからな。三本の革紐がついていて、これを振り回してきたら恐ろしいぜ。なんで鞭を振り回すのよ？鞭や杖は、罪人に対する罰を暗示しているんだ。だから、もし罪を犯せば容赦なく罰を下すという姿が想像できるな。ひえ、飴と鞭を使いこなすイメージよね。大天使って優しく慈悲深い反面、怒らせると激しいメンタルの持ち主が多そうだわ。エグディエルという名は、神の賛美を意味する。神の栄光のためしっかりと働けば、エグディエルを怒らせることはきっとないだろう。そうは言っても、鞭が見えたら逃げたくなるわね。エグディエルは燃える心臓を持った姿で描かれる場合もあるんだ。心臓を持っているのもまた怖いわね。エグディエルがすっかり怖い印象になってしまったかな。エグディエルは神の慈悲深い愛を運んでくれるため、金曜日の天使と呼ばれる場合もあるぜ。金曜日って大抵仕事の休みの前日だから盛り上がるのよね。花金って言えば、フィーバーだった時代もあるわ。それ、バブル世代にしかわからないぜ。勤労の天使にぴったりの曜日かもしれないな。ちなみにミカエルは日曜日、ガブリエルは月曜日を割り当てられているぜ。他の曜日はどんな感じなの？例えばラファエルは火曜日、ウリエルは水曜日、サラフィエルは木曜日、バラキエルが土曜日だ。木曜日のサラフィエルは、まだ紹介されてないわよね。大天使サラフィエルは、祈りと崇拝を守護するぜ。サラフィエルという名前の意味はズバリ、神の祈りだ。つまりは、お願い事を聞いてくれる天使なの？人は日々、悩みや苦しみを抱えていたりするよな。そんな人々の祈りを神に伝えてくれる。神様に祈りや願いが届きますようにって時にはサラフィエルがいてくれるのね。祈りは雑念を払い集中するほどよく届くぜ。願いに集中できるように見守ってくれる頼もしい大天使だな。あまり聞いたことなかったけど、人々の身近にいてくれている存在ってことね。その姿は大きくも美しく光り輝き、天使の顔には死の体を持っているんだ。はぁ、実際の姿が想像しづらいけどとにかく神々しくて眩しい感じがするわ。そして、2匹の糸で釣られた魚と瓢箪が結ばれた杖を持つ姿が描かれているぜ。サラフィエルがもし目の前に現れたらとてもびっくりするわね。でも、とても美しい天使みたいだから実際に見てみたい気持ちだわ。また、寒さに苦しむときサラフィエルが救いの手を差し伸べてくれるとされているな。寒い時って本当に辛いわよね。他論何個持っても足りないもの。かなりの寒がりのようだな。そんな霊夢にはサラフィエルが必要かもしれないぜ。今回は、悪魔も恐れる最強の7大天使について紹介したぜ。素敵な大天使ばかりで、まばゆすぎてすっかり目がくらんでしまってクラクラするわ。強烈な天使パワーにやられてしまったようだな。天使って遠い存在だと思っていたけど、人間と交わると堕天するっていうのは知らなかったわ。さてはハンサムな天使との恋愛を夢見ているんじゃないか？やだ、マリサったらそんな不謹慎なこと考えてないわ。ゆっくり霊夢です。ゆっくりマリサだぜ。突然だが、霊夢は妖怪に会ったことはあるか？あるわよ。この前人間の顔した犬を見たのよ。あれ、人面犬だったと思うわ。
妖怪に会ったことがあるというのは驚きだな。人面犬は低級の妖怪だと思うんだが、今日は妖怪界の中でもかなりのビッグネームたちを紹介しようと思う。お、いいわね。妖怪、かなり興味ある分野よ。というわけで、日本最強の妖怪ランキングを解説してくぜ。それでは今日もゆっくりしていってね。日本最強の妖怪ランキング第7位は、白鳥だ。中国古来から伝わり、吉凶を表すとされる伝説の神獣である白鳥は、神獣であると同時にこの世の動物たちの長である随獣でもあるんだぜ。白鳥は怖い妖怪ではないの？人を困らせたりするような妖怪ではなく、神に近い妖怪なんだ。体は真っ白で、人の言葉を喋ることができて、万物に通じ、世が乱れた時以外に人前に現れることは滅多にないんだぜ。乱世にのみ姿を現すって、本物って感じがするわね。白鳥の起源だが、中国の五経に含まれる来記には白鳥の名前が載っているから、紀元前以上前の時代に生まれた随獣だということがわかっている。ちょいちょい出てくる随獣って何なの？随獣とは世の中にある動物の中で長として選ばれた霊獣のことなんだ。白鳥が現れるのは吉凶の印でもあるんだぜ。麒麟や鳳凰と同じく、徳の高い統治者の象徴なんだ。古代中国の王様からしたらとてもありがたい存在なのね。白鳥は徳高い国の統治者に対して姿を見せるという特性があるから、何が何でも会いたい存在ではあるだろう。実際に白鳥に会えたという人はいるのかしら？白鳥と遭遇した皇帝の逸話も残っているんだぜ。中国皇帝である皇帝は白鳥から養域人についても教えてもらったんだ。その養域人というのは何なの？養域人というのは、現代でいう妖怪のことで、つまりは、世に存在する妖怪の情報を教えろやってことだな。なるほどね。皇帝の時代、自然災害や病気は妖怪によってもたらされると考えられていたからな。情報をもらって退治でもしようと考えたんだろう。白鳥に妖怪について教えてもらったことをまとめたものが、白鳥図だ。実際の情報が残っているってことは、白鳥も本当にいるってことなのかしら。白鳥図には妖怪に対する対策も書かれていて、図録というよりも防災マニュアルに近いものだったんだ。民衆の間では白鳥の絵は厄除けの効果があると認識されるようになり、信仰の対象にもなったんだぜ。私が想像する妖怪とは本当に違うわね。白鳥がここまで神獣化されたのも、民衆によるものだと思うんだ。どういうこと？もともと、初めは獅子や狛犬の姿で描かれていた白鳥は、時代とともに、9つの目、背中に角が4本生えるというように変化していくんだ。妖怪としてのレベルが上がっているように感じるわね。目の数を増やすことで呪力を強め、白鳥頭脳守りとしての功用をさらに強化させてほしいという人々の願いを込めて、白鳥の姿は変化していった。民衆の願いがこもっていたのね。私も白鳥を見てみたいわ。どんなお守りよりもご利益がありそうだもの。日本最強の妖怪ランキング第6位は、白面金毛九尾の狐だ。狐は化けて人を惑わすとか言うし、妖怪と狐は深い関係にありそうよね。でもこの名前の長い狐は初めて聞いたわ。顔は白く、金色の毛並みをしており、9つの尻尾を持つんだ。その尻尾の数って何か意味があるの？狐は初め尻尾が1本しかないが、長い年月をかけて葉力を増やし、それにより尾が裂けて1本ずつ増え、最終的には9本の尻尾を持つ九尾の狐となるという。それじゃあ九尾の狐は、最終形態なのね。そんな九尾の中でも最強と言われるのが、白面金毛九尾の狐だ。まず、九尾がどんな妖怪なのかもっと詳しく知りたいわ。九尾の狐において最も古い出典である中国の古文書、仙台経では人を空海物として書かれていて、その後は天下太平の時に現れる随獣として天界より使わされた神獣と言われるようになったんだ。確かに狐って神聖な存在でもある気がするし、人を惑わす怖い存在でもあるわ。基本は神獣や霊獣というのがベースになっているんだが、九尾の狐が登場する物語では、国を傾けさせた悪しき妖怪として有名になっている。ちなみに九尾の狐の九に関してだが、この九という数字は子孫繁栄を示していると言われていて、スピリチュアルにおいてもこの九は、終わりと始まりが同時に起きる数字として非常に強い数字とされているんだぜ。高い揚力を持つほど尾が増えていくって言ってたものね。九尾の具体的な能力についてだが、妖術によって様々な現象を起こしたり、全知全能と言えてしまうほどの知識を持ち、相手が最も好む姿となり、その心を完全に支配する、やられても他の人間に乗り移って再生するなどだ。なんか相対したくないわね。全知全能と言えてしまうほどの知識というのはどんな知識？歴史、神道、医学、歌、楽器、文学、芸術などだな。そんなに多彩なの？
これだけの知識を持っているから、相手の心を支配することができるのよね。相手を惑わすに関しても、ただ相手の望む外見になるだけではなくて、相手が最も好む言動や仕草を選ぶことができたり、自信を失う恐怖を相手に植え付けさせることができるんだ。依存させるのね。それで一番怖いのが、やられても他の人間に乗り移って再生することよね。そうだな。苦労して九尾を倒しても、すぐに他の人間に乗り移られては対処の方法がないわよね。ただの九尾でもかなり恐ろしい存在だけど、そんな中でも白面金毛九尾の狐は最強なのよね。そうなんだ。最悪なことにとにかく残虐な性格で、人を無差別に殺しまくることが生きがいと言われている。なんじゃそりゃ、残虐非道狐だわ。さらにその国の権力を欲しいがままにするため、あの手この手を使い尽くして支配しようと企むんだ。人間に化けれるんだったら妖怪だと気がつけないだろうし、かなり立ちが悪いわね。ここからは、白面金毛九尾の狐にまつわる伝説を紹介していくな。まずは、暴政を振るって国を傾けさせた脱気についてだ。脱気って聞いたことがあるわ、すごい美人に化けているイメージがあるわね。紀元前11世紀頃に、陰の皇帝である中央の愛人であった寿陽という女性がいたんだ。寿陽は千年生きた化け狐によって食い殺されてしまい、その体を乗っ取られてしまうんだぜ。寿陽の体を乗っ取った狐は脱気という名前で中央に近づき、悪事を働くんだ。暴落を働いて陰の国を完全に傾けさせるほどとなり、まさに残忍とも言える独裁政治という形で恐怖を国民に植え付けさせることとなる。脱気の目的は何なのかしら？そんなことを自分に何のメリットがあるのかわからないわ。損得ではない気がするんだよな。ただ面白いというだけで動いている気がするわね。次の伝説が、反族大使2000人虐殺させた火曜夫人だ。インドのマガダという国に反族大使という王子がいたんだ。反族大使は父親の後を継いで反族王子となり、ある日に火曜さんに狩りへと出かけたんだが、そこで28歳ほどの美女を見つけて宮中へと連れ帰る。また美女だわ。その美女を火曜夫人と名付けて自身の妻としたんだが、反族大使はその火曜夫人を寵愛しすぎるあまり、経文を焼き捨てる、仏像を破壊する、火曜夫人の提案により、千人の僧侶を裸にして500人の女性と遊ばせて、その後に獅子を数十匹投入してその地獄絵図を鑑賞する。祭祀という仏道信仰の扱った木先の右目、左目、左右の耳、口という順で射抜いて殺す。という残虐非道な行為を繰り返していったんだ。完全に操られているわね。そんなある日反族大使は庭園を歩いていると、寝ている一匹の狐を見つけて、その狐に向かって矢を放つんだ。そんなことしちゃまずい気がするわ。するとその狐は驚いてどこかへと逃げていき、次の日になって火曜夫人に会うと頭に傷があることに気がつくんだ。絶対に矢で撃った狐が火曜夫人じゃないの。そして医者に夫人の様子を見てもらうと、彼はこの夫人は人間ではない、人間に化けた狐であると言ったんだ。なんか、目が覚めた時には遅いって感じね。いろいろ残虐非道を働いた後に正体がわかっても、九尾って厄災レベルで危険ということがわかったわ。日本最強の妖怪ランキング第5位は、大天狗だ。まずは天狗とは、というところを説明するな。天狗という言葉は中国で流れ星を表す言葉で、中国では隕石が大気圏に突入する際の空気との衝突音を犬に例える習慣があって、それが天狗という存在の始まりだ。天狗の句って、犬のことだものね。流れ星は災いの前兆であるとされていたことから、天狗は邪悪な存在であるというイメージが定着したんだ。そして、これらが海を渡って日本に伝わり、花の長い天狗という独自の伝承を生み出していく。花が長い天狗というのは日本独自の姿なのね。そして実は天狗にも種類があるんだぜ。え、そうなの？天狗とは、神話にも登場して、神や妖怪とも言われる伝説上の生き物だ。一般的に山伏の服装で赤ら顔で鼻が高く、翼があり空を飛ぶと言われている。そうね、私もそのイメージだわ。天狗には大天狗、カラス天狗、木の葉天狗という三つの種族が存在し、姿は少しずつ異なる。木の葉天狗っていうのは初めて聞いたわ。カラス天狗はわかるか？ほら、あれよね、鳥、よね？さては知らないな。カラス天狗は、その名の表す通りカラスのような顔と鋭いくちばしを持っていて、また、背中には翼があり自由自在に空を飛ぶことができると言われているんだ。木の葉天狗はどういう天狗なの？天狗の中でも最下位にあたるこの葉天狗は、他の天狗と違い2メートルを超える鳥の姿なんだぜ。想像する天狗とは違うわね。天狗ってやっぱり人型のイメージあるもの。この葉天狗の姿は一般的な天狗のイメージからはほど遠く、妖力を持つ鳥と呼んだ方が想像しやすいかもな。
妖怪として上位に君臨する大天狗は、巨大な鬼や人間に姿を変えることができるとも言われている。人間界に天狗が紛れているかもしれないって、ちょっとワクワクするわ。本当に紛れているとしたら完璧に擬態しているだろうな。人間に姿を変えることができるのも、優れた力を持った武装、修験者などが死後大天狗になることが関係しているかもな。大天狗ってもともと人間なの？そういう話もあるってことだ。実際にもともと人間だったが、大天狗になった人の伝説なんかも残されているんだ。それとても興味があるわ。天狗になった天皇がいるんだな。第75代天皇である崇徳天皇にも天狗に関する逸話が残っている。崇徳天皇は自ら己の舌を噛み切り、吹き出した血で呪文を記し、その力で生きながらにして天狗になったと言われている。おどろおどろしい伝説だわ。それじゃあ、崇徳天皇は、今も天狗の姿でどこかにいるのかしら。日本最強の妖怪ランキング第4位は、ヤマタノオロチだ。知ってるわ。頭がたくさんある蛇よね。そうだぜ。ヤマタノオロチは、日本神話の中で最も恐ろしい怪物としても知られているな。古事記によれば、頭が8つ、尾が8つ、谷を8つ渡るほどの大きな体で、その表面には苔や杉が生えていると言われている。ヤマタノオロチは悪いやつ？すげえ悪いやつだ。ヤマタノオロチは、出雲を毎年訪れ、娘たちを食べていたんだぜ。ザ、悪役じゃないの。でも、ヤマタノオロチって誰かに退治されるんじゃなかったっけ？よく知ってるな。スサノオによって退治されるんだ。誰だっけそれ。スサノオとは、日本神話に登場する神様で、アマテラスオオミカミと月読みの兄弟だ。アマテラスオオミカミは聞いたことあるわ。有名な女神様よね。ああ、日本における太陽神だな。スサノオはどんな神様なの？暴風の神として、厄払いの神様としても信仰されているぜ。荒々しい乱用により天上界から追放されるが、ヤマタノオロチ退治に成功するなど正義感が強く、知恵者としての一面も持っており、多面性のある神だと言えるんだな。なるほどね。スサノオはどうやってヤマタノオロチを退治したの？神様だからちょちょいのちょいって感じだったのかしら。そうでもないんだ。一説では、高間ヶ原から追放された時に、神の能力を失ってしまったとする説もある。だから正面からは挑まなかったんだ。ちょっと残念。神様だったら正面から正々堂々かと思ったのに。スサノオは、足なづちと手なづちに門を作り、台の上に強い酒を置いておくように命じたんだ。待って待って、足なづちと手なづちって誰？最初の方でヤマタノオロチは毎年出雲に訪れては娘を食べていると言っていたのを覚えているか？そうだったわね。足なづちと手なづちはその娘たちの親だったんだ。そうだったのね。食べられていた娘全員がその夫婦の子ってこと？そうなんだぜ。夫婦には8人の娘がいたが、7人はヤマタノオロチにやられ、もう1人しか残っていなかったんだ。かわいそうだわ。何が何でもその1人は守らないと。だから、スサノオの登場はとても嬉しかっただろう。ちなみに、スサノオがヤマタノオロチを退治するのは、残った娘と結婚するという条件でだ。ちゃっかりしているわね。それでヤマタノオロチは罠に引っかかったの？8つの首を門の中に突っ込み用意してあった、度数の強い酒を飲み干すと泥酔して寝てしまったんだ。おお、成功したのね。スサノオは戸塚の剣でヤマタノオロチの首を切り、胴体もバラバラに切り刻んだ。おお、やりすぎー。重切ろうとするんだが、戸塚の剣が壊れてしまうんだ。どうして？尻尾を見ると、見事な剣が出ていたんだ。尻尾に剣？さすが妖怪だわ。この剣は草薙の剣と呼ばれている。三種の神器の一つじゃない。そうだぜ。ヤマタノオロチの尻尾から出てきたものだったのね。日本最強の妖怪ランキング第3位は、ダイダラボッチだ。ダイダラボッチというのは、日本の各地で伝承される巨人だ。なぜダイダラボッチと呼ぶのかしら。かなり特徴的なネーミングよね。名前の由来は諸説あるが、一説には大人を意味する大太郎に由来するというものがあるぜ。大太郎法師とも呼ばれていて、一寸法師の反対の意味なんだぜ。一寸法師は約3センチだものね。魔楽の存在だわ。そして、大太郎法師は、国生みの際に使わされた古代神なんだ。国を作ったってこと？ああ、その大きさは天にも届くと言われ、日本各地の山を作ったり、山を作る際に踏ん張った跡が湖になったりと、大きな山や湖には大太郎法師伝説が多く残されている。そもそも大だらぼっちの伝説の始まりはどこからだったの？大だらぼっちの名前が初めて出てきたのは日立の国不時という書物で、それによれば、茨城県にある大串貝塚は大だらぼっち貝を食べた後に、貝殻を捨てた場所だと言われている。大だらぼっち伝説は茨城が発祥だったってことね。他にも茨城にはこんな伝説があるんだ。何かしら？
水戸市には大昔、大田原という町あたりの村に大田原坊という大男が住んでいて、村の南側には高い山がそびえ、日陰になって作物が育たず、人々は貧しかったそうだ。この山がなければよかったのに、という村人の声を聞いて、村人を喜ばせようと、大田原坊は山を北側に動かしたそうだ。この大田原坊って、大田原ぼっちのことよね。そうだぜ。大田原ぼっち、大乱坊、など、地域によって呼び名は少々異なるな。なるほどね。でも、大田原ぼっちって優しいのね。他の伝説でも、恐ろしい大男というより、気は優しくて、働き者の力持ちと伝える話がほとんどだ。特に人間に積極的に危害を加えたという記録はないし、踏みつぶされないように気をつければ特に危険はないな。他にも大田原ぼっちに関係する伝説ってあるの？多く残されているぜ。例えば、富士山を作る時に大海の土を掘り返したので琵琶湖ができたとか、子供たちを手に乗せ歩き山をまたいだ際に手が滑って子供たちを落っことしてしまって、大田原ぼっちの手をついてできた窪地に涙が流れてできたのが浜名湖になったという話もあるぜ。なんか、大田原ぼっちが可愛く思えてきたわ。そういえば、あのアニメとは関係あるのかしら？あのアニメって？スタジオジブリの、もののけ姫よ。あれに大田原ぼっちって出てくるわよね。全く同じものではないだろうが、少なからずモデルにはしているだろうな。あの作品には、あらゆる生命の与奪を司る神である獅子神が登場し、大田原ぼっちはその夜の姿として描かれている。そうだったわね。昼の姿が鹿みたいな見た目な一方で、夜は人型で、頭から背中にかけて多数の角を持ち、半透明な体には縞や渦巻き模様があるのよ。大田原ぼっちは、夜に徘徊し、森を育てているんだ。大田原ぼっちは国を作った神様だったわね。少し似ているわ。しかし、もののけ姫に登場する大田原ぼっちは、一貫して動物の都合でも人間の都合でも動いておらず、淡々と世界を作るのみだ。確かにそうね。森を犯し続ける人間を滅ぼそうともしない、しかし獅子神殺しを行うという、人間が超えてはならない一線を超えたので死の塊となり暴走してしまった。つまり、人間は自然から与えられる存在で、生かされているということを忘れてはいけない。そうね、それを忘れてしまう時があるわね。日本最強の妖怪ランキング第2位は、天の雑魚だ。天の雑魚は、荒ぶる神から生まれた女神で、姿は人間に近いものの、顔は獣のようで、高い鼻、長い耳と牙を持っていて、天の雑魚神とも呼ばれることから、天狗や天の雀の親とも言われているんだぜ。天狗の親って、妖怪界の中でもめちゃくちゃ有名人なんじゃない？力が並外れて強く、またどんなに強靭な矛や刀でも噛んで壊してしまうという恐ろしいほどまでの牙を持っている。女神って言っていたけど、なんか怖いわね。物事が意のままにならないと荒れ狂い、力のある神をも千里の彼方へと投げ飛ばし、鋭い武器でもその牙で噛み壊すほどの荒れようだったと伝えられている。確かに荒ぶる神から生まれた女神だわ。性格的には、天の尺のように物事をあべこべにしない時の済まない気性で、前のことを後ろ、左のことを右などと言ったというんだ。素直じゃないわね。妖怪と聞くと、人間に何か悪さをしそうだけど、天の雑魚の場合はどうなのかしら？天の雑魚が人々の心に取り付くと心を乱され、里芋をたぶらかし、愚かなものを迷わせると言われている。心に影響するなんて怖いわね。天の雑魚ってまるで現代病みたいだわ。現代って人とのつながりが希薄だったり、孤独を感じることもあるし、そういう心が弱った時に天の雑魚に取り付かれないようにしたいわね。その通りだな。日本最強の妖怪ランキング第1位は、三本五郎左衛門だ。初めて聞いたわ、まるで人間じゃない。三本五郎左衛門は、江戸時代中期の日本の妖怪物語、異能もののけ録に登場する妖怪だ。妖怪を引き連れる棟梁であり、魔王に属するものとされる。魔王？そりゃランキング1位だわ。でも日本における妖怪の長って、ぬらりひょんじゃないの？あの巨大な頭を持っている。ぬらりひょんは名前だけはとても有名なんだが、江戸時代に描かれた妖怪絵巻などにその姿が多く確認できても、詳細は不明なんだ。妖怪の総大将っていう根拠はないってことね。一方で、三本五郎左衛門は文献にしっかりと、魔界の王と書かれているんだぜ。この事実を知らない人はたくさんいるでしょうね。三本五郎左衛門の伝説についてだが、1749年、現在の広島県三次市において、三次藩の実在の藩士である伊能平太郎を、30日間に及び様々な怪異を起こして脅し続けたが、平太郎は耐え続ける。何のためにそんなことを？そして1ヶ月間の怪異の締めくくりとして、上下を着た40歳ほどの武士の姿で平太郎の前に姿を現して名を名乗り、自分は真の悪五郎と魔王の頭の座をかけて、勇気ある少年を100人驚かせるという賭けをしていたことを語ったんだ。
とてもわかりやすい勝負ね。そして、真の悪五郎の名前のインパクトがすごいわね。魔王に驚かされ続けて、耐えた平太郎もやばいやつだわ。そして、自分はもう怪異を起こすことはないが、今後、平太郎が悪五郎に襲われた場合には、これを打ち鳴らせば自分が現れて力を貸すと言って、傷口を平太郎に与え、妖怪たちを引き連れて去っていったそうだ。大きな力は持っているけど、誠実で優しい印象ね。武士の姿は化けた姿なのよね。本来の姿はどんな感じなのかしら？妖怪図には3つの目を持つからステングの姿として描かれているが、これは仮の姿らしいんだ。他の妖怪図には、平太郎の元から、他の妖怪たちを引き連れてカゴに乗って帰っていく、三本五郎左衛門が描かれているんだが、カゴから出た巨大な毛むくじゃらな足だけだったんだ。結局本当の姿がどんななのかはわからないのね。正体がつかみきれないからこそ、興味をそそられるよな。この話の面白いところが、三本五郎左衛門に驚かされていた平太郎が実在しているってところよね。平太郎が実在したということは三本五郎左衛門の存在も信憑性が高まってくるよな。今日はここまでだぜ。私が知っている妖怪って、六六尾とか、ぬらりろんとか、有名な妖怪だけだったんだけど、いろいろ種類がいるのね。妖怪と聞くと少し人間を驚かして面白おかしくっていうイメージかもしれないが、中には国さえ傾けてしまうほど恐ろしいものもいれば、お守りになるほど民衆に愛されている妖怪もいる。奥が深いわね。宇宙人と違って、同じ地球に住んでいるかもしれない、探せば会えるかもしれないっていうのが魅力的よね。ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。突然だが、霊夢は伝説上の生物と聞いて、何を思い浮かべる？六六尾かドラゴンかしらね。なんでそこで六六尾なんだ。好きなのよね。ドラゴンについては、今日の話で触れるぜ。やったー。いるかいないかわからない生物ってワクワクしないか？それはもちろんするわね。というわけで本日紹介するのは、伝説の生物7000だ。それでは今日もゆっくりしていってね。伝説の生物1体目は、ワームだ。ワームは、ヨーロッパの神話や民話に登場する伝説の生物だぜ。基本的にはドラゴンのような顔を持ち、地べたを這う蛇のようなものが多いが、例外的にはそれに鳥の羽がついたような姿をしていることもある。名前的に少しキモいのかと思ったら、思ったよりもかっこよさそうね。凶暴で人間に有害であり、およそ全長の3分の2ぐらいの牙を持つ口から猛毒や炎を吐き、長い体で巻きついて締め付けるんだ。体の3分の2の牙って本人も大変そうね。ワームは沼地に住んでいて、若い女性を食べることを望むんだぜ。わかりやすいほどヴィランだわ。特徴を聞くと、ドラゴンととても似ている気がするんだけど、何か違うのかしら？ドラゴンは基本的に知能が高いんだが、ワームは動物並みの知識しかないんだ。動物並みの知能なのにめちゃくちゃ凶暴って逆に怖いわね。ドラゴンは人語を話すことができる個体もいるから、取引とかもできるだろうが、ワームにはそれは通じないな。ワームは、沼地の住処に細菌を隠し持っていて、その番をしていると言われているぜ。誰か飼い主でもいるのかしら？伝説の生物2体目は、シーサーペントだ。シーサーペントは、しばしば漁師や海に出る者たちを、恐れさせてきた伝説の生物だ。海にいるのね、バカでかいタコとかかしら？タコではないぜ。細長く巨大な体を持つことから大海蛇とも呼ばれている生物だ。その体長は10から20メートルと言われているが、目撃情報の中には50メートルを超える超巨大個体が発見されたという報告もあるんだぜ。50メートルって、クジラよりも大きいんじゃない？地球上最大の生物はシロナガスクジラだが、最大の個体でも30メートル程度なんだ。シーサーペントは、シロナガスクジラより20メートルも大きいのね。そうなんだ。記録として残っている最古のものは、古代ギリシアの哲学者アリストテレスが著書に書き残した、リビア沿岸で船を襲う巨大な海蛇についての記述だ。その後、目撃例は中世以降増え、それが描かれた世界地図や絵画も存在するんだぜ。その中でも特に有名な目撃例は、1841年にイギリスの軍艦ディーダラス号乗組員らが目撃した、ディーダラス号事件だ。乗組員は何を見たのかしら？ディーダラス号は、東インドからの帰国途中、南アフリカにある喜望峰と、イギリスセントヘレナの中間の沖合で巨大な海蛇型の生物を目撃したんだ。それは不思議な体験をしたわね。でも結局その生物が何だったかはわからないんでしょ？ああ。しかし、同時期に別の船が同じ海域で非常に大きな海藻の塊を発見したことで、ディーダラス号が発見した巨大海蛇は海藻の塊だったのではないかとも言われている。でも、海藻の塊を生物と見間違えるかしら？
シーサーペントの他の有名な目撃情報はないの？あるぜ。それは、デンマークのルター派宣教師ハンス・エゲデが1734年7月6日に戦場で見たという恐ろしい光景だ。これまで誰も見たことのないような、非常に恐ろしい生き物と書いている。シーサーペントに恐怖しているわね。ハンスが残している記録を紹介するな。それは、長く尖った鼻を持ち、クジラのように水を吹き出していた。大きなヒレがあり、体は甲羅のようなもので覆われ、皮膚にはシワがより、凹凸があった。それは蛇のような姿をして、水中に潜ったかと思うと、船と同じくらいの長さの体を後ろにのけぞらせ尾を振り上げた。記録にはこのように記述されていたんだぜ。私が知る生物の特徴には当てはまらないわ。これに遭遇するのはすごい恐怖体験でしょうね。自分が乗っている船と同じ大きさなんて。シーサーペントの正体は何なのかしら？正体についてはいくつか仮説が存在するぜ。一体目が、海藻などの生物じゃない何かだったという説だ。たまに遊牧が生物に見える時あるもんね。二体目の仮説は、大量の魚群の影を巨大生物と勘違いしているという説だ。あ、ありえなくはないわね。船の上から見たら一つの大きな生物に見えるのかも。三体目が、未確認生物説だ。つまり、これまでに発見されていない新種の生物ってことね。そうだ。極端に個体数が少ないんだったら、この説もあり得るわよね。私は未確認生物説を推すわ。4体目の仮説が、クジラの一物説だ。実はこれが一番有力な説なんだな。一物って、そういうことよね。そういうことだぜ。大西洋セミクジラや太平洋のコククジラは、少なくとも 1.7 メートルくらいのペニスを持っていて、目撃者がシーサーペントの音見間違えた可能性がある。大概の人はクジラのあそこなんて見たことないもんね。実際に、1875年の目撃例では、マッコウクジラの群れの中に白っぽい柱を見たと報告しているんだ。これってまさに、クジラの一物説と合うんじゃない？そうだな。すべてのシーサーペントの目撃例がクジラの一物だったわけではないだろうが、この説はかなり有力だな。伝説の生物3体目は、ケルベロスだ。ギリシア神話の冥府の神のハデスが支配する冥界の番犬だ。冥府っていうのは地獄のこと？その通りだぜ。地獄のようなものだ。ケルベロスは主に三つ首で、竜の尾と蛇の縦髪を持つ巨大な犬の怪物だな。頭が三つなことには何か意味があるの？実は3という数字は古来より重要な数字だとされているんだ。確かにキリスト教でも三位一体っていう考え方があるものね。父なる神、神の子であるイエスキリスト、それから聖霊が一体だという考え方だな。ケルベロスの場合は3はどういう意味を持っているのかしら？ケルベロスの頭はそれぞれ、過去、現在、未来を示していると言われている。なるほど、ちゃんと意味があったのね。ケルベロスは、ハーデイスに対して忠実で、死者の魂が冥界にやってくる場合にはそのまま冥界へ通すが、冥界から逃げ出そうとする亡者は捕らえて貪り食ってしまうというんだ。見張る時は交代で寝るそうだぜ。それじゃ絶対に逃げられないわね。いや、凶暴そうなケルベロスだが、完璧ではないんだぜ。どういうこと？これは有名な話だが、恋人のエウリディケを追ってきた、ことの名手のオルフェウスによって眠らされたという伝説もある。ケルベロスも眠らせてしまうことの音ってどんなかしら？他にもケルベロスは甘いものが大好物という逸話もあって、生きたまま冥府に向かったものがビスケットをケルベロスに与え、夢中になっている間に脇を通過する描写が残っているんだ。意外と可愛いところがあるのね。さらに、怪力無双のヘラクレスがケルベロスを捕らえて、地上に連れ出した話は有名だな。この際にケルベロスは太陽の光に驚いて吠え、飛び散った唾液から猛毒植物であるトリカブトが発生したという話も残っているぜ。え、何のために連れ出すの？力試し？霊夢はヘラクレスの12の難行って聞いたことないか？ないわね。神々の王ゼウスと人間の女の間に生まれたヘラクレスは、ゼウスの制裁である女神ヘラに命を狙われ続けていたんだ。ヘラの企みにより、ヘラクレスは狂気に陥り、妻子を殺してしまうんだな。神様の話なのに、ドロドロのヒルドラみたいだわ。ヘラクレスを恨む王は、銃の不可能な試練を与え、完璧に遂行せよと命じるんだぜ。あれ、銃なの？それがいつの間にか12になったんだな。その12個目の難行が、ケルベロスの捕獲だったんだ。なるほどね。ヘラクレスはケルベロスを捕まえられたから課題をクリアできたってわけね。さすがゼウスの子だよな。ケルベロスも怖いけど、それを従えているハーデイスも怖いわね。伝説の生物4体目は、人狼だ。これは知っているわ。狼男のことね。狼男は獣人の一種で、半狼半人の姿に変身したり、狼に憑依されるなどした人間の男性のことだ。女性は狼女で、男女を特定せず人狼と言うんだぜ。え、狼女っていうのもいるのね。
もちろんだ。実は古くから人狼についてと思われる記述が存在しているからそれに関して説明していくな。古代ギリシャの歴史家のヘロドトス著書の歴史にある、ネウロイ人についての一年に一度狼になるという記述や、医学的な記述としてはローマ帝国末期に人が獣化する現象が初めて症候群として紹介され、ギリシア神話のゼウスがリュカオーンを狼に変身させる話についても言及されている。狼になることは病気と捉えられていたのかしら。また旧約聖書、ダニエル書には、ネブカドネザル王が自ら狼であると想像して7年間に及んで苦しむ話がある。13世紀のフランスにて動物史の著作を書いたピエール・ド・ボーベルは、狼の前半身ががっしりとしているのに後ろ半身がひ弱そうなのは、天国で天使であった悪魔が追放されて悪しき存在となった象徴であり、さらに狼は首を曲げることができないために全身を回さないと後ろを見ることができないが、これは悪魔がいかなる善行に対しても振り返ることができないことを意味していると解説しているんだ。結局人狼って何なのかしら？病気？それとも宗教的な何か？17世紀末のジャンニノは狼への変身を老狂として捉え、知能障害や頭脳損傷などに由来する精神的な理由で月に向かって絶叫したり、四つ足で歩くなどの精神錯乱を起こしたと考えたんだ。私もここまで話を聞いていて、そんな感じがしていたのよね。精神的に病んでしまった人の症状を、時代ゆえに科学的に証明できないから、狼に取り憑かれているとかそういうことになったのかなと。何か説明できないことを狼に結びつけている気もするよな。人狼に関して伝説は古くから存在していたが、文献や著書によって様々ではっきりしたことはわからない。人狼伝説の起源はわからないが、伝説誕生の経緯が伺える話はいくつかあるんだ。何かしら？人狼伝説の起源は多毛症説だ。多毛症というのは、人の顔や上半身に密集して毛が生える症状のことで、治療法はないとされている。必要のないところにまで毛が生えてしまうのね。記録に残っているものとしては、16世紀のペトルス・ゴンザレスが最初の例だ。その頃じゃ病気どころか呪いとか、いろいろなことを言われたでしょうね。あまりに毛深い外見から、フランスのアンリ二世の宮廷で見せ物として暮らしていたんだ。確かにこのビジュアルをなんだと言われたら狼男という人は出てきそうね。人狼伝説の誕生を狂犬病に結びつける説もあるんだ。小さな子供を殺して食べると恐れられた人狼を、ヨーロッパを席巻したいくつかの流行病と結びつける説もある。極めて致死率の高い疫病で、ウイルスは感染した動物に噛まれることで伝染するんだ。1738年、フランスで狂犬病にかかった一頭の狼が70人に噛みついたという記述がある。それは大惨事ね。人が狂犬病にかかって正気を失い乱暴になるのではないかという憶測が広まり、血に飢えたモンスターの物語を生んだとも考えられる。人を介することにその憶測って大きくなってしまうのよね。ごく稀ではあるが、人狼の話を聞いただけで自分も人狼になると思い込む人もいたんだ。それはさすがに無理があるわ。精神医学的には狼か妄想と呼ばれるもので、その患者の一人とされるのが、ペーター・シュプッペという16世紀のドイツの農民だ。シュプッペは13人もの人を惨殺し、悪魔がくれた魔法のベルトが自分を狼にしたと訴えたという。完璧にイカれちゃってるわね。狼になったと思い込んで人殺しちゃうなんて。中世初期からあった、人狼の噂話を、奇病や、精神疾患に結びつけた結果、人狼っていう怪物が出来上がった気がするよな。伝説の生物5体目は、フェニックスだ。フェニックスは不死鳥とも呼ばれる伝説の鳥だ。どういう意味での不死なのかしら？死なないってこと？よく知られている話では、約500年ほど生きた後、炎の中で死ぬが、再び蘇って永遠の時を生きるとされている。500年間がワンサイクルっていろいろ超越しているわ。男性生殖をする鳥で、性別はオスのみなんだぜ。気高いって感じがするわ。他との交わりなんて必要ないって感じ。フェニックスは炎の中で再生するというイメージから、キリストの復活の象徴となったり、魂が不滅であることの証明として使われるなど、古来より様々に用いられてきたんだ。不死鳥にまつわる伝説は西洋のフェニックスだけでなく、世界各地に存在しているんだ。鳳凰とかも不死鳥よね。フェニックスがどんな姿をしているかは、時代や場所によって諸説あるようで、古代の人々がどのような鳥だとイメージしていたのかを見ていこうと思う。フェニックスは何をモデルにした生物なのかしら？フェニックスのモデルはエジプトのアオサギベンヌであると言われていて、太陽の都では聖なる鳥とされ、死後の復活を表す鳥であり、長い循環を繰り返す時の神でもあったんだ。当時のエジプト人は、太陽神ラーに従うベンヌはヘリオポリスのラーの神殿で、燃やされている炎へ舞いを飛び込んで死に、毎朝その炎から生まれると信じていたんだぜ。私的には一回死ぬ意味がわからないわ。
ベンヌはすなわち、毎夕に沈み毎朝昇る太陽を象徴していたことから、このような話が残ったんだろう。なるほどね。このベンヌの話を聞いた、古代ギリシアの歴史家ヘロドトスは、彼はその著作、歴史において、エジプトの東方に位置するアラビアに住む鳥フェニックスとして紹介したんだ。うん、アラビアにフェニックスいそうだわ、なんか似合うわよね。そこでのフェニックスは、ワシに似た体型の、金色と赤で彩られた羽毛を持つ鳥で、父親の鳥が死ぬとその遺骸をひな鳥が持つ薬でできた入れ物に入れて、エジプトの都市のヘリオポリスに運ぶ習性があるそうだ。その薬を飲むと不老不死になれるのかしら。一世紀ローマの博物学者プリニウスは博物誌の中で、フェニックスはワシぐらいの大きさで、金色の冠毛を持ち、体はシンクだが尾は青く、何本かバラ色の羽毛も飛び出していると述べている。聞くだけで美しい鳥だってわかるわね。また3から4世紀の詩人ラクタンティウスは、フェニックスのくちばしは大きく白く、全身は緑の宝石を散りばめたようだと言っていたそうだ。時代や人によって、フェニックスの姿が全然違うわね。フェニックスの色一つとっても、金色や赤だというものや、尾は青いというもの、全身が緑の宝石のようだというもの、腹は星ぶどう色だとするものなど、作者によって全く異なるイメージで描かれているな。なるほどね。復活の死因についても時代とか、著者によって異なるのかしら？その通りだぜ。紀元前に活躍した歴史家のヘロドトスの描いたフェニックス像では、死後の復活という概念はまだ曖昧で、幼鳥は父鳥が死ぬ前に生まれるとされていた。その後何か変化があるのかしら？紀元1世紀になると、プリニウスの博物誌などで、父鳥の死骸の中から虫が生じ、成長して新しいフェニックスになるという考え方が登場するんだぜ。虫がフェニックスになるの？完全変態じゃない。変態はその感じじゃないぜ。完全変態だ。1から2世紀の歴史家タキプスは、フェニックスが父の遺骸を背負って太陽神の神殿まで運び、そこで遺骸を焼くと述べている。随分具体的ね。ここで、火で焼くという記述が見られるようになったことが特筆すべき点だ。さらに、同時代の地理学者ポンポニウス・メラは、騎士の中で、フェニックスは500年間生きると火に自らの体をくべること、やがてそこからフェニックスが再生することを記している。あ、私もフェニックスはこのイメージかも。ここまでの話を聞いてどう思った？フェニックスって気高いというか、神聖な生き物ね。何も干渉させないって感じ。聖なる生物って思っただろうが、違う側面も持っているようなんだ。どういうこと？魔術の世界にもフェニックスが登場するんだ。魔術書の中では、フェニックスはソロモン72中の悪魔の一つとされているぜ。フェニックスが悪魔なの？魔楽の存在な気がするわ。我々のおつむで測れるほど簡単な存在じゃないってことかもな。伝説の生物6体目は、クラーケンだ。クラーケンとは、北ヨーロッパで言い伝えられている巨大な海の未確認生物だ。船を沈めると言われ、1500年以上前から信じられている恐ろしい生物なんだぜ。海だから、いるかいないかなんて簡単に確認できるものじゃないしね。クラーケンはタコやイカなどの等速類に似た姿をしていると伝えられていて、足も含めた全長は数キロにも及ぶんだ。マジ？それ近くでクラーケンを見つけても生物だとわからないんじゃない？そのあまりの大きさにクラーケンの姿を視野に収めることはできず、島と間違えて上陸してしまうほどだと言われているな。クラーケンは巨大すぎるために人間にはその全体像を把握することができず、不気味な触手のみを確認できるとされてきたんだぜ。海から急に触手が伸びてくるなんて怖すぎるわ。ここからはクラーケンの目撃情報を紹介していくぜ。お願い。目撃情報は1800年代に集中しているんだが、一体目の目撃情報は、1801年ノルウェー近海に現れたクラーケンだ。1801年にノルウェー近海やアイスランド沖などでクラーケンと見られる巨大な生物が目撃され、その生物は大きな軟体動物のような姿をしていたと記録されていて、非常に攻撃的な生物だったそうだ。クラーケンは船を襲ってどうするつもりなのかしら？まさか人間を食べたり。二体目の目撃情報は、1896年砂浜に打ち上げられたクラーケンだ。打ち上げられたってことは本物を拝められるのかしら？1896年11月、アメリカのフロリダ州の砂浜に謎の物体が打ち上げられたんだ。この物体は巨大な生物の体の一部であると考えられ、大きさは8メートルを超えていたんだぜ。大きさを除けばタコの腕にそっくりだったことから、全長25メートルを超える等速類の触手であると結論付けられたんだ。十分大きいけど、最初言っていた数キロメートルの大きさには程遠いわね。3体目の目撃情報は、1930年のクラーケンに攻撃された戦艦だ。実際に襲われた人々の声ってことね。1930年にはノルウェーの戦艦ブランズウィック号が巨大な等速類の襲撃を受けている。
その生物は海中から姿を現すとブランズウィック号の横をゆっくりと泳ぎ始めたんだ。ところが急に船の周りを旋回し始め、触手を船に巻きつけて攻撃してきたと記録されているぜ。不気味だわ。クラーケンがすでに存在している生物っていう可能性はないの？恐怖心から、対象を大きく感じてしまうこともあるだろうし。一説では、クラーケンはダイオウイカではないかと言われている。ダイオウイカは最大の個体では全長20メートルを超えると言われている世界最大級の軟体動物だ。存在が知られるようになったのも比較的最近で、存在が知られていなかった時代に目撃されれば、ダイオウイカは巨大な海の怪物に見えたはずだぜ。規格外に成長している個体がいるかもしれないしね。伝説の生物7体目は、ドラゴンだぜ。超ビッグネーム出たわね。ヨーロッパ文化圏での伝承や神話における伝説上の生物だ。驚くことに、かつては実在の生き物とされていたんだぜ。それはびっくりだわ。もう恐竜いるみたいなものじゃない。ドラゴンは鱗に覆われた爬虫類を思わせるからだ。鋭い爪と牙を備え、しばしば口や鼻から炎や毒の息を吐くんだ。そうね、ゲームに登場するドラゴンもそんな感じだわ。ドラゴンは翼で空を飛ぶことができるが、血を這う大蛇のような怪物もドラゴンなんだぜ。ドラゴンにも種類があるのね。特にゲルマン系の伝説ではしばしば地下の洞穴を住処としている。ドラゴンでも違う姿なことがあるのね。ドラゴン伝説は世界中で確認できて、ドラゴンと思われる存在を全て合わせれば、数百種類に及ぶんだぜ。いろいろな神様とか神話から影響を受けているからなのかしら。ここからは、ドラゴンの元になった神話や伝承を説明していこうと思う。一体目が、ジューポーンだ。ジューポーンはギリシャ神話に登場する怪物で、頭が星にぶつかるほどの巨体で、灼熱の炎を吐き、すべてを破壊しまくるギリシャ神話最強最大の破壊神だ。そんなに巨大なんじゃどこにも隠れられないわね。二体目は、ニーズヘッグだ。ニーズヘッグは北欧神話に登場する幻獣で、大蛇のような姿で描かれることもあるが、基本的には私たちが思い描くドラゴンの姿に非常に近い形状をしているぜ。また、北欧神話における終末の日に死者を乗せて飛ぶ黒騎竜として登場する。なんかかっこいいかも。三体目は、ヒュドラーだ。9つの頭を持ち、そのうちの真ん中の頭は不死身で、切り落としても死なないし逆に新しい首が二つ出てくる。じゃどうやって倒すのよ。さらに厄介なことに神々でさえ恐れるという強力な毒を吐くことでも知られているんだ。神話の中では、ヘラクレスに退治された水蛇として登場し、切り落とせば落とすほどヒュドラーの首はどんどん増えていくため、さすがのヘラクレスもかなり苦戦するが、首を落とした後で岩の下敷きにしてなんとか倒すことに成功するんだ。さすがヘラクレスね。最後は、ヨルムンガンドだ。北欧神話に登場する毒を持つ大蛇で、人間界をぐるりと囲んで覆わえることができるほどだ。ほんの少し体をうねらせただけで大津波が起き、口から吐き出す猛毒には神々さえも恐れをなしていた。やっぱりドラゴンって、国によって特徴が全然違うのね。一個気になったんだけど、ドラゴンと竜って似ているわよね。何が違うのかしら。確かに見た目は似ているが、ドラゴンと竜じゃ性質が全く異なるんだ。ドラゴンは悪の化身で、竜は聖なる神獣ってことだ。ホビットの冒険でも、ドラゴンは黄金を寝床にし、人間を食らう悪者とみなされている。竜は？竜は随獣と呼ばれ、天が地上に下す吉兆の霊獣なんだ。つまり、竜の出現は縁起の良いことなんだな。なるほどね。今日の話はここまでだぜ。今日は知っている、ドラゴンとか人狼の話も出てきたから面白かったわ。人狼の発祥の話も、科学が未発達の時代だったからこそ生み出された怪物っていうのが興味深いわね。そうだな。でも、人狼は普段は人間の姿をしているらしいから注意してくれな。ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。霊夢は伝説の生物っていると思うか？え？いるに決まってるじゃない。そこまで断言されるとは思わなかったぜ。世界中には時代や国ごとに、多くの伝説上の生物の話が存在するんだ。同じ生物についてでも、国が違うと扱われ方が全然違うから面白いんだよな。もしかして、今日は伝説上の生物についてかしら？その通りだぜ。本日紹介するのは、伝説の生物7000だ。それでは今日もゆっくりしていってね。伝説の生物1体目は、ユニコーンだ。ユニコーンは知っているわよ。よくキャラクターにも使われているわよね。そうだな。一応説明しておくと、一角獣とも呼ばれ、額の中央に一本の角が生えた馬に似た伝説の生き物のことだ。ユニコーンと聞くと、美しく神聖な生き物だと思うだろうが、極めて獰猛で、力強く、勇敢で、相手が象であろうとライオンであろうと恐れずに向かっていくというぜ。足が速く、その速さは馬や鹿にも勝るんだ。
そうなの？私の中のユニコーン像が崩れ去ったわ。あれ狂っているユニコーンは、処女の懐に抱かれておとなしくなるというぜ。なんで？美しく汚れていない存在ということなんだろうな。汚れた存在を嫌うというのはまあ、わかるけどね。ユニコーンを捕らえるには、処女の娘を連れてきてユニコーンを誘惑させて捕まえるそうだ。バカ男捕まえる方法みたいね。不思議なことにユニコーンは乙女に思いを寄せているというんだ。美しく装った生粋の処女ユニコーンの住む森安穴に連れて行き、一人にさせる。処女の香りを嗅ぎつけたユニコーンが処女に見せられ、自分のどう猛さを忘れて、近づいてくるんだ。ただのハニートラップだわ。随分簡単に捕まるじゃない。ユニコーンがこんなに処女に執着してるなんて知らない人も多いでしょうね。そうだな。しかし、恐ろしいことにもし自分と関わった処女が偽物であることが分かった場合は、激しく怒り狂い、自分を騙した女性を殺してしまうというんだぜ。私の中のユニコーン像がどんどん崩れ去っていくわ。もっと崩すことになるが、ユニコーンは悪魔などの象徴ともされ、七つの大罪の一つである憤怒の象徴にもなるんだぜ。いろんな顔を持っているわね。でもなんで人々はハニートラップをかけてまで、ユニコーンを求めたの？ペットにするため？なわけあるか。ユニコーンの角には解毒作用があると考えられているからだ。1468年に即位した教皇パウルス3世も大枚をはたいてそれを求めたというんだな。人魚の肉で不老不死と同じ匂いがするわね。うさんくさいわ。まあそうだよな。しかし、当時の人間は大マジだったんだ。フランス宮廷では食物の毒の検証に用いられたと伝えられるしな。でもユニコーンは伝説上の生物でしょう？その角偽物よね？実際には、北海に生息する一角の角だったんだ。これにより後々まで、ウニコールの名称で貴重な解毒薬や解熱剤、包装の特効薬として珍重され、一角クジラの角は多数売買されたんだぜ。一角からしたらいい迷惑ね。ペストの流行により、非常に高価であったが、飛ぶように売れたという記録も残っているんだ。実際には効果なんてないんだろうけど、そういうものにすがりつきたくなるのはわかるわ。ユニコーンが古書とかに登場し始めたのは、いつ頃のことなのかしら。ユニコーンが人間の前に現れ始めたのは紀元前を4000年後に遡る。そんな昔なのね。紀元前3000年頃のアッシリア文明のレリーフや、紀元前2000年頃のインダス文明の印象などに姿を確認できるんだけど、この頃はまだ馬というよりは牛よりなビジュアルなんだ。そして紀元前4世紀頃に石で歴史家だったクテシアスがユニコーンについて記述したのが、ヨーロッパでは最古じゃないかと言われている。ってことはその人ユニコーンを見たってこと？その真相は誰にもわからない。内容は、当時はまだ想像の国でしかなかったインドに生息している頭に角があり、足が速く獰猛で長さ約71センチの野生のロバというものだったんだ。なんかしょぼいわ。神聖さのかけらもない強そうなロバが西洋でのユニコーンの原型だ。特徴の他にも、角は薬として使うことができて、肉は苦くて食べられないなどと書かれていた。クテシアス、ユニコーン食ったの？好奇心の塊になってしまったんだろうな。わからなくはないぜ。確かに、私も走り回るゴキブリ見て、食べたら足速くなるのかなって考えたことあるわ。実行したかは聞かないでおくぜ。伝説の生物2体目は、ペガサスだ。これも馬系よね？馬系よな。確かに馬だが、ユニコーンとは似て非なる生物だぜ。ギリシア神話に登場する伝説の生物で、鳥の翼を持ち、空を飛ぶことができる馬とされる。美しい生き物よね。これはみんな知らないだろうが、怪人ポセイドンとメドゥーサの子で、クユーサーオールと兄弟なんだぜ。え？ポセイドンとメドゥーサの子供？ああ、その誕生の仕方もかなりユニークなんだ。母親のメドゥーサは、髪の毛が蛇であることで有名だと思うんだが、実はもともとは美しい娘だったのに、ポセイドンの制裁の怒りを買い、美しい髪を蛇という醜い姿に変えられてしまったという経緯があるんだ。そして、ポセイドンの子を身ごもったメドゥーサが英雄ペルセウスによって倒された際、ペガサスは兄弟のクリューサーオールと共にメドゥーサの首の傷口から生まれたという伝説がある。兄弟のクリューサーオールはどういう姿なの？明確な記載はないんだが、黄金の剣を携えた巨人とされている。ペガサスとは全然違う姿なのね。ギリシャ神話では兄弟全員別の生物なんてよくあることなんだ。なるほどね。それにしてもペガサスがメドゥーサから生まれたっていうギャップがすごいんだけど。優雅なイメージのあるペガサスだが、実は、かなり凶暴で人間は近づけず、女神アテナが黄金のバグをつけてコントロールできるようにしたそうだ。性格はユニコーンと同じね。後に、星座になりポセイドンの兄であるゼウスのライオンを世界中に運ぶ役割をするんだ。ペガサス座は秋の星座で、9月から11月に楽しむことができる星座だぜ。有益な情報ありがとうございます。伝説の生物3体目は、ハーピーだ。
ギリシア神話に登場する女面長身の伝説の生物で、その名はかすめる女の意味がある。顔は人間の女性だけど、体が鳥って、ちょっとキモ。いや、びっくりね。キモい言ってるぞ。地母神であり、大地の象徴と言われるガイアの娘で、虹の女神イリスの姉妹だ。顔から胸までが人間で翼と下半身が鳥であり、容姿は醜い女性か老婆の顔をしているんだぜ。美女とかじゃないところがリアル。わしのような鍵爪を持ち、いつも飢えて青白い顔をしているんだ。冥府の王、ハデスに仕え、地下や墓地に住んでいる。もしかしてハーピーってちょっと怖い存在？怖いとは少し違うが、神獣などの神聖な生物ではないぜ。食欲旺盛で常に空腹であるため、宴という宴を荒らし回り、目にする食べ物をすべて貪り、残飯の上にお物を撒き散らしていくそうだ。ゼック。独特の悪臭を放ち、終始耳障りな声で騒ぎ立てるという、非常に不快感を与える怪物として描かれているぜ。大地の象徴である女神の娘で、虹の女神の姉妹なのになんでそんなことになるのよ。一説では本来はクレタ島で信仰されたつむじ風としての死の女神だったが、時代が進むにつれて汚く、おぞましい怪物になってしまったそうだ。彼女に何があったのかしらね。ハーピーが登場するエピソードとして有名なものが、英雄イアソン率いるアルゴナウ隊の冒険を邪魔するもので、イアソンたちは、盲目の預言者ピーネウスの預言を求め旅をしていたんだぜ。ハーピーがどう関わってくるの？ハーピーは、多くの人間に未来を予言したために神々の怒りを買った、預言者のピーネウスを罰するものとして使わされたんだ。なるほどね。食事をしようとしたピーネウスの前に現れ、彼の食べ物をむさぼり食い、残った食べ物にはお物をかけて去っていく。そのため、ピーネウスは食事をすることができず、常に飢えに苦しんでいたんだ。食べ物むさぼって、お物撒き散らすの必殺技みたいになってるわ。ピーネウスに後悔の助言を求めてきたイアソン一行は、ハーピーを退治することを条件に助言を得ることを約束されるんだ。いつものように食事を荒らしにやってきたハーピーたちを北風の神、ボレアスの子供で有力の英雄カライスト、ゼーテスの兄弟が追い払い、それ以降、ハーピーはピーネウスの前に現れなくなったんだ。やったー。一説にはアルカニアの血までハーピーを追いかけたカライスとゼーテスなんだが、ハーピーの悲鳴を聞きつけた姉妹のイーリスが現れ、イーリスの説得によりハーピーは生きながら得たそうだ。優しい姉妹がいてよかったわね。伝説の生物4体目は、キマイラだ。キマイラとは、ライオンの頭とヤギの胴体、蛇の尻尾を持ち、口からは火炎を吐くギリシャ神話に登場する怪物だぜ。まるで怪物の特徴すべて詰め込んだみたいね。神とも怪物とも言われる巨人のキューポーンと、上半身は美女で下半身は蛇という怪物のエキドナの間に生まれている。兄弟にはケルベロスやヒュドラがいるぜ。そして驚くことにキマイラはメスだ。え？キングオブザ怪物みたいなビジュアルしといて、メス？驚きだよな。元はヒッタイトで神聖視された季節を表す聖獣で、ライオンが春、ヤギが夏、蛇が冬を象徴しているんだ。本当にいろんな動物が混ざっているわよね。ヒッタイトでは神聖な存在である一方、中世のキリスト教では、主に淫欲や、悪魔といった意味で描かれていたんだぜ。時代や国によってどのような存在になるか違うのは面白いわね。12世紀の詩人マルボートによれば、様々な生物の要素を合わせ持つことから女性を表すとされている。なぜ女性？ライオンの頭を恋愛における相手への強い衝動、ヤギの胴体を速やかな恋の成就、蛇の尻尾を失望や悔恨をそれぞれ表すとされてる。女性ってのは単純じゃないってことね。適当言ってないか？不可解な容姿を女性の性格と結びつけてのことか。その時代、売春婦や女性そのものをキマイラと呼ぶこともあったようだ。それは何かやねえ。ここまで聞いて思ったんだけど、キマイラとキメラって関係ある？アニメ情報だけど、術で違う動物同士を合体させた生物をキメラって呼んでいたわ。生物学におけるキメラとは、同一の個体内に異なる遺伝情報を持つ細胞が混じっている状態のことを言うんだ。霊夢が言った通り、怪物キマイラは生物学のキメラの語源だぜ。そうだったのね。伝説の生物5体目は、詩人だ。詩人とは中国の神話、天の四方の方角を司る霊獣だ。ということは4つの神様がいるってこと？そういうことだぜ。その詩人とは、東の西遊、南の朱雀、西の白虎、北の玄武のことだ。詩人をそれぞれが司る方角に置くことによって、悪霊を追い払い様々な福徳を授けてくれると伝承されているんだな。ありがたい存在なのね。古くから詩人に基づいた万物における世界観や人生観を確立し、それになぞらえて生まれた言葉や考え方は今日の日本でも用いられることがあるんだぜ。そうなの？よく使っている言葉にも用いられているってことかしら。例えば、人生を式に例え、若年期を青春、壮年期を鹿、熟年期を白秋、
老年期を幻灯と表現したり、技に熟達した人をさせてクロートと呼ぶのも、ここから来ていると言われる。クロートの言葉の由来ってそこから来ていたのね。ちょこっと豆知識ありがとうだわ。ここからは詩人を一つずつ紹介していくぜ。まずは、青龍からだ。青龍は東を守っているのよね。そうだぜ。東の青龍は、春を司っている。鹿の角と蛇の尾を持つ聖なる龍で、長い舌を出した龍の形で、足は4本、爪は3本で描かれている。東の河川に住み太陽の昇る東方を守ることから、金運を呼び込み商売繁盛をもたらしてくるんだ。おお、経営者にもってこいってことね。恵みの雨落ちにもたらすことから五穀豊穣、パワフルな運気で物事を発展させ、人間関係に潤いを与え、成功、勝利をもたらす神様と言われている。すげえ、さすが神。他の三神もが前期になってきたわね。次は、夏を司り、南を守る朱雀だ。鶏の頭にツバメの顎、首は蛇で尾は魚のようで、五色に彩られた羽があると言われている。きっと美しいんでしょうね。強靭な翼で悪霊を追い払い、逆境に打ち勝つ力と幸運を与えてくれると信じられているぜ。特に失った信頼や名誉を回復するなど、大きなパワーをもたらしてくれるそうだ。社交運や人気運にも関係があるので恋愛成就にも効果があるんだぜ。恋する乙女は朱雀の銅像を買いましょうね。なんで銅像なんだ。続いては、秋を司り、西を守る白虎だ。天上界で天帝に仕えている龍で、白い鱗で覆われている。白虎は月の女神の化身という説もあるんだぜ。つまりホワイトタイガー？できればカタカナにしないでくれ。血の神様と言われていて、夫婦円満により子宝と安産を授けるという三事を司り子孫繁栄に導くとされているぜ。安産祈願にいいわね。虎が500年生き抜くと霊力を得て白虎になるとされているので、白虎は特別な神様なんだ。最後は玄武よね。玄武が何なのか一番想像できてないわね。玄武は冬を司り、北を守る神様で、水の神様で、足の長い亀に蛇が巻きついた形で描かれることが多いんだ。足長亀。古代中国において、亀は長寿と不死の象徴、蛇は生殖と繁殖の象徴なんだぜ。そして玄武こそが詩人最強最古であり、最上位として信仰された神様なんだな。他の三神もなかなかだったけど、その上を行くのね。その強い霊力で、最悪を寄せ付けず、長寿、承福、繁栄に導くそうだ。部屋の四つ角に詩人のぬいぐるみでも置こうかしら。風水的に最強の部屋になるかもな。伝説の生物6体目は、ゴーレムだ。ユダヤ教の伝承に登場する自分で動く泥人形だ。泥人形なの？岩みたいな巨人をイメージしてたわ。ゴーレムは今まで紹介したような神や、それに近い存在ではなく、作った主人の命令だけを忠実に実行する召使いかロボットのような存在なんだ。ゴーレムを刺激するには、厳格な制約が数多くあり、それを守らないと凶暴化してしまうんだぜ。取り扱い注意ってことね。ゴーレムって私にも作れるのかしら？友達が欲しいのよね。ゴーレムを友達にする気か？そうよ。宗教的指導者であるラビ学者が断食や祈祷などの神聖な儀式を行った後、土をこねて人形を作るんだ。呪文を唱え、ヘブライ語で真理という文字を書いた用紙を人形の額に貼り付けることで完成するんだぜ。なんだ、ちゃんとした指導者じゃないと無理なのね。最も有名なゴーレムの物語には、プラハの16世紀後半の指導者、ビェフダ・レイブ・ベン・ベザレルのものだ。反ユダヤ主義の攻撃からプラハを守るため、ブルタバ川の粘土でゴーレムを作ったんだ。使い方を守ればとても頼れる存在なのね。その一方で、プロイセン地方の伝承では、二人のラビがゴーレムを正式な礼拝の人数合わせに使おうと議論した結果、彼らのゴーレムが見るものすべてに火をつけ始め、簡単な命令すら理解できていなかったそうだ。ゴーレムを止めるにはどうしたらいいの？ゴーレムを作るときに、真理という文字を書いた紙を額に貼り付けるんだが、逆に機能停止させるには、一文字を削り取り、残る文字がヘブライ語で死を意味することで、ゴーレムは土に戻されるんだ。なるほどね。しかし、先ほどのプロイセン地方の伝承で、火をつけまくっているゴーレムだが、ゴーレムは製造後、自然に巨大化するとされていて、作ったはいいものの、大きくなりすぎて額に手が届かなくなり、止められなくなったそうだ。なんじゃそりゃー。じゃあ、ゴーレムは止まらず、そこら中火事だらけ？男はゴーレムに自分の靴を脱がせるように命じ、ゴーレムがしゃがんだ時に額の文字を消したんだ。やったじゃない。その途端、ゴーレムは大量の粘土となって男の上に崩れ落ち、男は圧死してしまった。ぬか喜びしちゃったわ。他にもそういう伝説はあるの？イディッシュ語とスラブ語の民話では、ゴーレムとジンジャーブレッドマンという民話の要素を組み合わせたクレイボーイがある。孤独な夫婦が粘土で作り出した子供がクレイボーイだ。嫌な予感しかしないわ。
クレイボーイが生まれたことを夫婦は喜び、本物の子供のように扱うが、ボーイは成長を止めず、食料を食べ尽くし家畜も食べ、ついには両親も食べてしまう。クレイボーイは賢いヤギに襲われるまで、村で暴れ回ったという話だ。両親食べるは激ヤバだわ。簡単な気持ちでゴーレムを生み出してはいけないことがわかったわ。伝説の生物7体目は、サラマンダーだ。サラマンダーは、四大精霊のうち、火を司る精霊、妖精のことだぜ。四大精霊というのは？まず精霊というのは、万物に宿り、その物体に出たり入ったりできて、空中に浮遊する人間の理解を超えた存在だ。そして、四大精霊というのは、地、水、風、火の四大元素に宿る精霊のことだ。錬金術師であるパラケルススにより提唱されたんだぜ。火は、サラマンダーよね。他のは？地の精ノウム、水の精ウンディーネ、風の精シルフだ。今日は火の精、サラマンダーについて説明していくぜ。わかったわ。手に乗るくらいの小さなトカゲもしくはドラゴンのような姿をしていて、燃える炎の中や溶岩の中に住んでいるんだ。手乗りのドラゴンかわいいわね。ラテン語のサンショウオが語源で、サンショウオは体の粘膜で火傷を防ぐ性質があり、その姿がまるで火の中から這い出たように見えるのが由来しているようだ。というか、サンショウオってラテン語だったんだ。火の精霊の姿がトカゲのような姿をしているのは、サンショウオの生態以外にも理由があって、イモリ類は、古代ヨーロッパでは火の中で生きることができる生物だと考えられていたんだ。なんでそんな勘違いが発生したの？トカゲは体温があまりに冷たいため火を寄せつけず、あるいは火を消し去ることができ、焚き火の隙間に入り込んでいたイモリが、焚き火ごと火にくべられ、体液が多いためすぐには焼け死なずに逃げ出す様子からそう信じられたという。無理でしょそれ。アリストテレスやプリニウスのような権威のある古代の学者もそのように記述したため、実験によっていずれ焼け死ぬことを確認した者が複数いたにもかかわらず、中世を通じてこの迷信は続いたようだ。噂に噂が乗っかって最終的にはかなり壮大な話になっていることがあるわよね。さらには火を燃え上がらせる霊能を持つともされ、ゾロアスター教徒は聖火を高く燃え上がらせるためにサラマンダーをくべたそうだ。ゾロアスター教？ゾロアスター教は、紀元前7から6世紀頃に現イランタ神教の祭司であった。ザラッシュとラスピターマによって創設されたと考えられている。特に火を神聖な象徴として崇拝していることから、別名で廃火教とも呼ばれているんだ。だからサラマンダーと繋がるわけね。そうだぜ。実はサラマンダーは危険な側面も持っていて、サラマンダーが木の中に入り込んだだけで果実を致死性の毒物に変え、その止まっていた石の上に置いたパンを食べただけでも命に関わるというんだ。激ヤバ強力毒物じゃない。そのように強力な毒を持つからには強力な薬効もあるだろうと考えられ、競争剤や再飲剤、脱毛剤などになるとも考えられていたそうだぜ。確かに脱毛剤にはなりそうだわ。溶け落ちそうだもの。今日の話はここまでだぜ。印象的だったのは、ユニコーンとペガサスね。どうしてだ？ユニコーンもペガサスも高潔で、優雅なイメージがあったんだけど、凶暴な性格って聞いて逆に好きになっちゃったわね。M なのか？今日紹介した生物たちは伝説に生きる奴らだから、実際に存在するかは問題ではない。信じる心が大切だぜ。とりあえず私は修行してゴーレム作るわ。諦めてなかったのか。ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。突然だが、霊夢は世界中の神話や伝承に登場するユニークな生物たちのことを知っているか？神話に登場する生物？例えば何かしら？スフィンクスは聞いたことあるだろう？もちろんよ。猫の像よね。あれは猫ではないし、単なる像でもないんだ。みんなが知らないストーリーが秘められているんだぜ。おお、それはとても興味あるわね。今日は伝説の生物を7体見ていこう。それでは今日もゆっくりしていってね。伝説の生物1体目は、ヒドラだ。ヒドラはギリシャ神話の怪物で、9つの頭を持つ大蛇だ。父は最高神ゼウスすら追い詰めた、ギリシャ神話最強の怪物のジュポン。母は怪物たちの母と呼ばれる、翼を持つ半人半ダノエキドナだな。ケルベロスやスフィンクス、キマイラ、ラードーン、ネメアーの獅子などを兄弟に持っているんだぜ。怪物界のサラブレッドってわけね。日本神話にも同じような怪物いなかったかしら？ヤマタノオロチか？ああ、そうそう。ヤマタノオロチは、一つの体に頭が8つ、尾が8つある蛇の怪物だ。確かに複数の首に一つの体という点では、ヤマタノオロチとヒドラは似ているかもしれないな。ヤマタノオロチは姫を喰らう残虐非道な奴だが、ヒドラの方が倒すのには苦労するだろう。ヤマタノオロチは確かお酒飲んで酔っ払っている間に倒されていたわね。そうだったな。
ヒドラは、猛毒の恐ろしさでも有名で、その毒を含んだ息を吸っただけで人が死ぬほどなんだ。近寄ることもできないわ。息どころか、ヒドラが寝た場所は猛毒が残っていて、その場所を通った者は苦しんで死ぬことになるんだぜ。その毒に効く薬はあるの？猛毒は解毒することができないため、死ぬ以外の選択肢がないんだ。動く薬剤だわ。それじゃあヒドラを倒すことはできないの？かなり難しい。毒に加えて、巨大な胴体に9つの首を持つ大蛇は、中央の首以外の8つの首は倒すことができるが、すぐに傷口から新しい2本の首が生えてくる、不死身の生命力の持ち主なんだ。首を落としても落としても意味がないのね。倒そうと試みている方の体力ばかり削られてしまうわ。しかし、ヒドラを退治する者が現れるんだぜ。誰なのその英雄は？ヘラクレスだ。キングオブザ英雄ね。全知全能の神であるゼウスと、人間の女性との間に生まれた半身半人で、ギリシャ神話最大の英雄だな。ヘラクレスって半分は人間なのね。ヒドラ退治の話に戻るが、ギリシャ神話の原点と名高いアポロドーロスのビブリオ提携には、ヒドラとヘラクレスの激しい戦いが記されている。記されている内容についてだが、ヒドラがたびたび人里を荒らしているという話を聞きつけたミュケナイ王、エウユステウスは、10の試練を遂行中だったヘラクレスに、2つ目の試練としてこの怪物の退治を命じるんだぜ。10の試練って何？これはヘラクレスの生い立ちに関係してくるんだが、ゼウスと人間の女の間に生まれたヘラクレスは、ゼウスの制裁である女神ヘラに命を狙われ続けていたんだ。子供に罪はないのに、かわいそうだわ。さらに悲惨なことにヘラの企みにより、ヘラクレスは狂気に陥り、自分の妻子を殺してしまう。彼は王に会いに行き、罪を清めてもらおうと考えるんだ。ところがヘラクレスを恨む王は、10の不可能な試練を与え、完璧に遂行せよと命ずるんだぜ。できないとわかっていて命じたってことなの？そこ意地悪いわ。その試練の一つがヒドラを退治せよ、なのね。そうなんだ。オイオラオスを従者として引き連れたヘラクレスは、毒への対策として、口と鼻を布で覆い、ヒドラの住むレルネイの沼地へと向かう。本当に退治できるのかしら？ヒドラってかなり無敵よ。霊夢が言う通りで、沼地で退治することになる両者だが、その力量差は一目瞭然だったんだぜ。いくら傷を負ってもヒドラが弱体化することはなく、首が倒されるごとにこの怪物はより強力で凶悪な存在へと進化していくんだな。も、そこからどうなるのよ。戦いの最中をイノイオラオスが、燃えた木で傷口を焼くと再生を防げると気づいたことで形勢は逆転する。そんなことで？アキレスの霊もあるからな。どういうこと？アキレスとはギリシャ神話に出てくる英雄で、無類に強いんだが、唯一の弱点がかかとだったんだ。結局そこを撃たれて死んでしまうんだぜ。どんなに強いものでも意外な弱点があるってことね。そしてついに、最後に残った不死身の首も大岩の下敷きとなり、ヒドラは封印され、この戦いは幕を閉じる。人々も大喜びでしょうね。そうだろうな。さらにこの戦いで火星にやってきたヒドラの兄弟、巨大カニカルキノスもヘラクレスによって退治されて、ヘラの手によって天に上げられた両者はそれぞれ海蛇座とカニ座になり、現在も夜空に輝いている。星座ってそういうことなの？そうだぜ。ちなみにヘラクレスの試練によって殺された者は全て星座になることになっていた。伝説の生物2体目は、サイクロプスだ。サイクロプスは、ギリシャ神話に登場する、一つ目の巨人の種族のことだ。両神は大地の女神ガイアと、全宇宙を最初に全た原初の神々の王とされる天空神ウラノスなんだぜ。血筋はめちゃくちゃいいわね。キュクロプスの名はギリシャ語で丸い目という意味で、額にある中央の丸い目に由来している。確かに一つ目というのは特徴的よね。サイクロプスは怖い存在なのかしら？サイクロプスたちは山岳地帯を住処とし、牧羊で暮らしている。性格は粗暴で、人間を喰らうこともあるんだぜ。父ウラノスはサイクロプスの一つ目という醜い姿と力を恐れて、奈落であるタルタロスという場所に幽閉されてしまうんだ。人を食ったり、幽閉されたりなサイクロプスだが、最後はとても悲惨なものだったんだな。その名もアスクレピオス事件だ。事件？アスクレピオスは半人半馬の怪物、ケンタウロス族の姿をした賢者である。ケイロウンを師とする医術の天才で、その才能は死をしのぐとされるほどのものだった。アスクレピオスは知恵と戦略の神アテナからメブーサの蘇生作用のある血を授かり、マルシャを蘇らせることも可能にする。そんなのただの魔法だわ。それによってミノタウロスを倒した英雄テセウスの息子ヒッポユトスや、ゼウスとエウローペイの子ミノス王の息子グラウコスなど、多くの英雄が蘇るんだ。しかし、これを冥界の王ハデスが、死者が生き返ることは秩序に反すると猛抗議した。確かにハデスの言うことはもっともだわ。ゼウスがハデスの意見を受け入れ、アスクレピオスを雷帝で撃ち、射殺してしまう。ここまでサイクロプスの名前が出ていないわね。
これを怒ったアスクレピオスの父のアポロンは、ゼウスに抗議できない腹いせに息子を殺した武器のライテイを作ったサイクロプスを殺してしまうんだ。八つ当たりってことじゃない。醜いがため父に奈落へ落とされ、その武器を作ったという理由だけで、八つ当たりされ、滅んでしまう、なんとも言えない一生だな。伝説の生物三体目は、マンティコアだ。マンティコアはアリストテレスの動物誌や、プリニウスの博物誌にも登場する怪物で、顔や耳が人間に似て単生殖の目を持ち、体はライオン大でこう思う、三列に並ぶ鋭い牙を持っている。顔が人間で体がライオンって、スフィンクスみたいね。確かに特徴がスフィンクスと似ているから、エジプト側からの逸話も混ざっているかもしれないな。サソリのような大持ち毒針がついていて、それで相手を刺したり、槍のように発射できるらしい。走るのが非常に速く、恐ろしいことに人間を好んで食べると言われるんだ。好物が人間、最悪の生物じゃないの。マンティコアという名前も、ペルシャ語で人を食らうものという意味のマンティコーラースから取っている。なるほどね。でもマンティコアって、何をモデルにしているのかしら？人間を食う生物が何をモデルにしているのか気になるわ。モデルってことは、霊夢はマンティコアが実在しなかったと思っているんだな。そりゃそうよ。顔は人間、体はライオンよ。実は5世紀、古代ギリシャの医師であるクテシアスは、ペルシャ王に献上されたインド産のマルティコラスを実際に見たと述べているんだ。え、マジですか？にわかには信じられないけど、そういう記述が残っているんじゃ、可能性ゼロとは言えないわね。その一方で霊夢の言った通り、ある動物をモデルにしたという説もある。ある動物？ベンガルトラだと言われているな。ベンガルトラは、アジア地方に生息していて、トラ界では2番目に大きなトラなんだぜ。と、人々の間で恐れられた存在だったんだろう。人が襲われることもあったんでしょうね。19世紀の末から20世紀の初めにかけて、ネパールとインドの国境地帯で、人々を恐怖に陥れていたベンガルトラがいたんだぜ。そのトラは過去に436人を殺害していたんだ。ただの怪物だわ。この犠牲者の数は、単独の猛獣による獣害事件としては史上最悪のものとしてギネス世界記録に認定されてる。人々は最初悪魔の仕業だと思っていたようだ。なるほどね。マンティコアのモデルベンガルトラ説、納得だわ。伝説の生物4体目は、オークだ。人間に似た架空の生物で、トールキンの小説で、邪悪な勢力によって、兵士として使われる種族の名前として使われていた。神話とかに出てくるわけじゃないのね。オークの名前の由来は、ローマにおいて、使徒冥府を司る神であるオルクスだ。どんな神様なの？オルクスはヒゲを生やした巨人で、攻撃的な戦士で、歯向かう者はなぎ倒し、撤退する者は臆病者として蹴散らした。中世の民間神話では、オルクスは豚の顔をしていて、黒い翼の悪魔だと信じられていたんだぜ。オークとオルクスは見た目的にも似ているの？オークも豚の顔をしていて、分厚い皮膚に、短い足、細長い手を持ち、牙があるんだ。ぶっちゃけ美しい姿とは言えないわね。確かにそうだな。彼らは強欲で何事にも満足せず、食事と戦っている時以外は、不機嫌で、多くの世界では共食いも起きるんだぜ。へ、残虐な世界だわ。かなり図太そうな多くだが、実は寿命が短くて、戦闘で亡くなるものも多いが、非常に繁殖力が高く、種が滅ぶことはない。なるほどね。最悪なことに多くは人間の女性を襲うこともあって、多くと人間の間に生まれた子はハーフ多くと呼ばれている。その子が幸せになれるとは思えないわ。オークにも人間にもなれず、両者から軽蔑され、阻害されただろう。悲しい運命ね。伝説の生物5体目は、ミノタウロスだ。ギリシア神話に登場する竜頭人身の怪物だぜ。人肉を食らう怪物であるんだが、その生い立ちは結構悲惨なんだ。何があったのよ。順を追って説明をすると、神々の王であるゼウスが、フェニキアの王女エウロペに恋をした。ゼウスって恋多き神様よね。ゼウスは白い王子に姿を変えてユーロペに近づき、彼女を背中に乗せてくれた塔へ連れて行ったんだ。そして、二人の間に生まれたミノスは、成長してくれた塔の王となるんだぜ。ミノスは、自分が正当な王であることを示す証として、王子を送ってほしいと怪人ポセイドンに願う。さすが欲しがるものが現代とは違うわね。そして、その牛を生贄としてポセイドンへ捧げると誓うんだ。欲しがったものを生贄に差し出すって変な話ね。まあ、そこは神話クオリティだと思ってくれ。これに同意したポセイドンは、立派な白い王子を波に乗せて送ったのだが、いざ生贄を捧げる時になると、ミノスは王子の美しさに魅了され、生贄にするのをやめてしまったんだ。ポセイドン怒ってるんじゃない？その通り、ポセイドンは怒り、ミノスの妻であるパシパエに呪いをかけ、パシパエは王子に性的な魅力を感じるようになるんだ。
これまた独特な呪いだわ。でも最悪ね。都市トイはアテナイの発明家ダイダロスに頼み込んで、中が空洞になっている実物大の牛の像を作らせ、その中で牛と交わってしまう。特殊性癖すぎるわ。都市トイはその子をアステリオスと名付けたが、後にミノタウロスと呼ばれるようになるんだ。おお、その時の子供がミノタウロスなのね。残念なことに、ミノタウロスは食人種であり、非常に凶暴だったんだ。ミノス王はこの怪物を処分することができず、ダイダロスに命じて、迷宮を築き、そこにミノタウロスを閉じ込めたんだぜ。その迷宮がクレタ島にあるクノッソス宮殿だ。実在しているのね。この迷宮は一度入り込んだら最後、生涯出られないような複雑に入り組んだ作りになっていたんだ。悲しい怪物ね。ミノス王は食人種であったミノタウロスの食料のために、支配下にあったアテナイに9年ごとに7人の美少女と美少年を生贄として差し出すように要求する。なんか草食動物であるはずの牛のミノタウロスが人の肉を食うというアンマッチさが恐ろしいわ。その三度目の生贄として志願したのが、英雄のテセウスだった。迷宮に入るにあたり、テセウスは自分に恋したミノス王の娘、アリアドネの協力を仰ぐ。迷宮の奥でミノタウロスを見つけたテセウスは、拳でミノタウロスを倒すんだ。まさかのげんこつ。なんだかかわいそうな一生だったわね。生まれてすぐ閉じ込められて、誰にも愛されずなんて。確かにな。クノッソス宮殿は実在するから、本当にミノタウロスがいたかもしれないと思いを巡らすと面白いよな。伝説の生物6体目は、ケンタウロスだ。ギリシャ神話に登場する半人半獣の種族のことだな。上半身が人間、下半身が馬であることが多いな。ケンタウロスは、アニメやファンタジー映画でもよく見るわね。そんなケンタウロス一族の誕生はかなり独特なものなんだ。なになに？昔々、ギリシャの半身族のイクシオーンという男がいた。ギリシャ昔話始まったわ。彼はディアという娘と結婚することになっていた。そこで、イクシオーンはディアの父でエイネオウスを宴に呼ぶんだが、イクシオーンは宮殿に向かう道に落とし穴を掘り、その穴の底には大きな炭火を仕掛けていたんだ。なぜにそんなことを？そんなことを知らないでエイネオウスは落とし穴にはまってしまい、死んでしまった。神々は許しがたい行為だとしてイクシオーンを責めたが、ゼウスだけは罪を浄化し、イクシオーンを不死にし、さらには神々の宴の席に招いたんだぜ。なんで？なんでそんなことになったかわからないが、ゼウスはギリシャ神界において絶対的な存在だから異議を唱える者はいなかった。どこでケンタウロスが登場するか楽しみだわ。まあ、待っていてくれ。恩情をかけてくれたゼウスにイクシオーンは、恩を仇で返すんだ。何をしちゃうのよ。ゼウスの妃であるヘラに言い寄るんだな。このことに怒ってしまったゼウスはヘラそっくりの雲を作り、その雲を本物のヘラだと言い、イクシオーンに差し出すんだ。イクシオーンは騙され、その雲と交わるんだな。まさか。その末に誕生したのがケンタウロスだ。神話って面白いわね。聞いたことがないだろうが、ケンタウロス座っていうのもあるんだぜ。その星座はケンタウロスが何らかの形で星になったってこと？そういうことだぜ。ケンタウロス族は、ギリシア北東部のペリオン山地に住んでいたんだが、同じ地方には、狼ゼウスと縁のあるラキタイ族も暮らしていたんだ。ケンタウロスの一族と、ラキタイ族はどういう関係なの？良い関係性とは言えないんだな。どうして？ラキタイ族の王ペイリトースの結婚式の時、ケンタウロス族も招かれるんだが、酒に酔うほどその粗暴な本性が出てしまい、彼らは花嫁まで奪おうとするんだ。ケンタウロスって野蛮なのね。この事件がきっかけで、両族の間に戦争まで起こってしまう。ケンタウロス族は結局この戦争に負けてしまうんだが、天に挙げられて星座になったということなんだぜ。星座になるのが良いことなのか、罰なのかわからないわね。さっきケンタウロスは野蛮だと言っていたが、すべてがそういうわけではないんだ。優しいケンタウロスもいるってこと？野蛮で知られるケンタウロスの中でも例外的なのが、イテザであるケイローンだぜ。ケイローンは他のと何が違うのかしら？ケイローンはアポローンから音楽、医学、予言を、アルテミスから狩猟を学んでいた。多くの知識を持っているのね。ケイローンはペイリオンさんの洞穴に住み、薬草を栽培しながら病人を助けて暮らしていたんだな。花嫁を強奪しようとする奴とは月とすっぽんの差ね。また、ケイローンは優れた家庭教師で、教え子は双子座のカストール、英雄ヘラクレスとアキレスも弟子だったんだ。ヘラクレスなんてギリシャ神話でめちゃくちゃ有名な英雄よね。人間にもいろんな人がいるように、ケンタウロスも様々ってことだわ。そういうことだな。ここまでが神話におけるケンタウロスだ。他に何があるの？神話に基づかない起源として別の説があるんだ。乗馬文化を持たないギリシャ人が、騎馬民族であるスキタイ人を怪物と見間違えたことで生まれた種族という説が伝えられている。そのスキタイ人というのは？
前6世紀頃を中心に、黒海北岸の南ロシア草原を中心に、ユーラシア内陸で活動した遊牧騎馬民族だな。なるほどね。確かに遠目には人間と馬が混ざった生物に見えたかもしれないわ。伝説の生物7体目は、スフィンクスだ。スフィンクスは誰でも聞いたことがあるんじゃないかしら。エジプト神話やギリシア神話、メソポタミア神話などに登場する、ライオンの身体と人間の顔を持った生物だ。あれってライオンなのね。スフィンクスは神話によって、意味合いが全然違うんだ。どういうこと？エジプトのスフィンクスは、ファラオの守護や権力の象徴として、神殿や墳墓の入り口などに石像として置かれることもある。ギザの大ピラミッドの近くにあるスフィンクスがまさにそうね。古代エジプトでは、スフィンクスは王家の象徴として神聖な存在だったんだ。ギザのスフィンクスは、王家が身につけるネメスというズキンのようなものをつけることで王家を象徴し、胴体が百獣の王ライオンであることで、圧倒的な力を表していたと言われている。自分たちの化身のような存在なのかしらね。古代エジプトの王は、自らを神格化するために、このような特異な姿をあえて設定したのではないかと考えられているんだ。確かに神聖な生物に感じるわよね。その一方で、ギリシャ神話では怪しい性格を持つ怪物として登場するんだ。18世紀の新古典主義のフランスの画家、ドミニク・アングルは、スフィンクスの謎を解くオイディプスにおいて、ギリシャ神話のスフィンクスを、強く妖艶な女性として描いているな。エジプトのとは真逆じゃないの。古代ギリシャ三大悲劇詩人であるオイディプスの神話によれば、オイディプスは旅の途中、道を塞ぐスフィンクスに出会い、謎かけをされる。そしてスフィンクスは、謎が解けないものを殺しては食べていたんだ。何が何でも正解を言わないと。それってどんな謎かけだったの？朝は4本足、昼は2本足、夜は3本足となる生き物は何か、なんだ？え、なんだろう。わからないか？これが解けたらなかなかのひらめきだと思うわ。それは人間だ。赤ん坊の時は4足、成長すると2足で歩き、老年になると杖をつくから3足になるとオイディプスが答えた。それって正解だったの？正解だったんだ。だから、スフィンクスはオイディプスは食べることなく、谷底に身を投げて死んだ。そこまでしなくていいのに。身を投げた理由について、一説では、難しい説問を行い、解ける人間は現れないと思っていたところに正解を答えられてしまい、ショックのあまり自殺してしまったという話がある。人間ごときにってことね。今日の話はここまでだぜ。人間としてつつましい生活をしていると、常軌を逸している神話に登場する生物にはとても魅力を感じるわよね。そうだな。それに神話に登場する人物や神様の誕生の仕方とかが、想像の斜めすぎて最高だわ。だからこそ、神格化された生物なんだろうな。同種同士で交わって、誕生するなんて単純なものじゃないんだ。今回の解説はこれにて終了だぜ。ご視聴ありがとうございました。